あ、もうすごいから、いやもうあの頃と違うから、いやもう餅をあんなに餅を死んじゃう、餅を死んじゃう、ダメだって、いやもう、うぅ、おい、ピケさん行くぞ札幌に。どこどうしたの、新さん、どうしたの、文久さんだから、なんとかインチキできるのかあれが飛んだのにさ、大丈夫だ、大丈夫だ、ちょっとこれ、なんか救急車呼ばなきゃ、もう何を言ってんだ、もう面白いじゃん、新井 ET になったんだ、 ET 救急車呼ばねえよ。大泉さんだって、新井と同じぐらいですよ、飛んだの若干こう前乗りになったぐらいでしょ、でこうしただけでしょ、しただけの、そんな面白い、カウントダウンまで自分でしたんだよ、自分でしてゴーなんつったら、そっから無言だもんね。新井のように ET を見た、映画を見た後に女子に格好つけようと思って行ったら、自分が ET になったっていう、なんかそういうストーリーがいいんだよね。まさに彼は格好つけたかったんじゃないか。大泉はだって格好つけたかったんだよ。鈴井孝之が若干前に出たもんだから、うわーんって行きたかった。行きたかった、わーって。それまでさんざっぱらあいつはもう言ってたんだから。だから、バイクのレースがどのこうの言ってたんだ。言ってたんですか。言ってたんだから、それはそういうことですよ。何の問題もなし。俺の前で寝られた日にはさ、そうなんです、俺どうすんだよ、こんだけ俺は絶好調なのにさ、そうなんですお前は何よ、ね、風邪ひいたらうるせえよバカ野郎っていう、そう、ね、気の毒な状況の大泉さんじゃないのよ、うん、なんでおめえは早く寝てんだよっていうそうすると大泉がせっせっそ言うわけじゃない、いや僕はね、ね、青鬼やってた大泉ですよ、で僕はその後風邪をひいて熱が出ましたと、なん、うん、でも俺からすると、はい、だからっていうか、ちょっとお前寝るの早すぎるぜみたいな感じなだけの戦いだ、まあ、それ彼としてあなたが、まあ、酔ってあるってこともあるから、うん、自分のや状況っていうものがねよく分かってるんだから、はいはい、知らないと思って懇切丁寧にいいですかっつって藤間一つも伝わらないもんだから次は怒るんですよ次あれば途中からこの人はちょっと病気なんだと思ってとにかく寝たいから、とにかく寝たいから言っても分からないって分かったもんでとにかく謝ろうと短縮的には詫びて帰ってもらおうっていうもう寝たい一心です。まずあれだよね、この質問を書いたやつが成功者のお二人に質問ですって言った時点でこいつダメだよね、もうね、もう自分のこと卑下してさ、今日なんかあった、じゃあじゃないってないってちょっとうっかり気持ちよくなっちゃってる、うーん、俺たちもやっぱり最後ってさ、なると思ってんのかねまずこの時点で俺が腹を立ててるわけで、成功者のお二人に言う時点でじゃあお前なんなんだよね、なっちゃうんだ ね、なっちゃうんだね、こういう言い方をたまに会社でするからやっぱり俺なんか怖がられるんだなだからそれをそんな上司にするから怖がる上司もやっぱり怖がると思うんだけど、いきなりそうやってこう正論で決まるまず聞き方おかしいですよねそうだね、そうそうそう、言っちゃうからね、その時にその上司との距離がすごいあるすごい距離があるんだけど乗り越えてこうやって行くやつその距離と面積にいる社員がみんなこう思ってるからもう被害が甚大だと芸人だから超えてくるよねっていう、はいはいはい、で違ったら捨てていいよっていう取り方するんですけど、うん、その捨てた部分だけで出来上がった場合ですこれもまたいい表現ですよね嬉野さん還暦過ぎてるの、ね、過ぎてんですよ、俺はもう今年62になるんですよ、62の人と思えない肌つやですよね、そうでしょ、結果ってこともそりゃそうだよ、やっぱり嫌なことやってねえよ、大事ですよ ね、40代の頃にずっと移動のね、あの希望調書にずっと書いてた移動先の部署が社長だったのよ社長って書いてたずっと移動先の頭おかしいの、頭おかしくないですか、いやそれはこれがすごいよね面白いよ、それはそしたらもう翌年から何も言われなくなったんだ俺のところに希望調書が来なくなっちゃった調書に社長って書くのはそうだよ、ね、施設すぎる、いや、ね、それしかないんだもん一社員がさ手続きがおかしいよね、手続きが段取りがおかしいですよもう少し陳情するとかなんかあるよねサラリーマン金太郎のやり方だよ大泉さんがまた今年紅白の司会らしいですねえ、そうなんですか、そうらしいです、総合司会とか赤組司会とかっていうカテゴリーをなくして司会っていう、お一人だけってことですか、いや違います、大泉さんと川口春奈、大泉さんが紅白の司会を2年連続って、うん、あの方が
1年を締めくくるわけでしょ。いいですね。あ、そうなってきたらね、もううちとしてもですね、うん、やっぱり水曜どうでしょうのことをさらによく知っていただいてね、うん、俺商売の範囲も広がるなと思います。ぜひそうしていただきたい、うん、年末大泉さん見ないとってなったら彼将来安泰じゃないですか。いや、そうじゃないですか、いずれ蛍の光も彼がこう演奏、うん、こう指揮をするような感じになって、いいですね、年末の顔大泉よってなっていただければ、じゃあ年末に段積みでさ、またどうでしょう、うん、ブラーンとこう編成してもらって、我々もいずれね、うん、ミスターさん、嬉しいのさん、そして私という感じで、うん、審査員席にぜひ、ね、大泉さんの口利きでね、そうですねこの人たち騙しやすいなと思ってタレントの大泉も鈴井も北海道人なわけよ、だから簡単に騙せるのだから文句言わないんだ、文句大泉君のことは騙しやすいと思ってたら騙してたろ。いや、あなたが最初に言ったように人としてどうなんですかって言われたら、それは人として最低ですよよく言ってたさ、ロケ中になんかこんなことやってていいのかなそれはみんなで言ってる、みんなで言う、西村君何を言い出すんだチャリンチャリン落ちるじゃないですか。おい、どういうことだそれ。要はなんか言ってんけども、当てる時って意識がないじゃないですか、はいはい、意識ないんだから起きれるわけないじゃないですか、うん、ないないない、意識があったら落ちますよ、ない、だからそれ無理だよねって。それは無理だ、ね、無理だ、うん、なのでそういう、あんたの言ってるのも今おかしいけど、おかしいよね、おかしいよ、明らかにおかしい、頼むと大体やってくれるんですよ。あ、そう、うん、騙してるよ人手なし、メガネも取ってさ、ほら目がちっちゃく見えるからさ、全人に見える。そうか、ほらいい人だもん。なんかそう、藤村さんも嬉しいのさ、あんま仕事してなさそうに見えるじゃないですか藤村さんって会社員っていう枠がありながら、その会社員って普通9時5時とかで仕事するはずじゃないのみたいな水曜どうしで撮った時って世の中にとっていいことなのかとか思ってました。最初はさ思ってなかったよ、うんうん、だけど今は世界平和のためにやってるよ俺あんな長時間バスに閉じ込めて それが世界平和につながるんですかちょっと詳しく聞いてもいいですか、なんでバスにね3日2晩乗って何が世界平和なんですかっていう明らかにギスギスしてるじゃないですか、降りたのとかなんか見てないところでちょっとした嫌がらせとかって簡単にできるじゃないですか。じゃあのさ、そのどういうことよそれ、見てないところ、いやこいつムカつくわとか言うこんがとかでちょんって押してバチャンと落ちるとかでああ大丈夫かみたいな今で言えばですよ、うん、大泉洋と大きなタレントですよ、うん、当時単なる大学生だから別に何時間拘束しようと関係ないわけでしょ。それもある、でも彼にも人生があって、あるけど知ったことじゃないでしょ彼にも人生があるじゃないか、はいはい、彼に当時人生なかったわけだから別にいいでしょ世の中には労働基準法っていう法律があったりするおー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 気にしてるのよ。だからやっぱ同じことやろうとした時にあれって多分思うと思うんですよ。なるほどな、労働基準法だ定着してんのかな。いや、まあそれはロケ期間中だから、うん、睡眠時間は労働時間が長い企画もあるよ。あらあらあら、88%でも彼らのとの契約としては別にね、あの時給で雇ってるわけじゃないから、確かに、まあ、別にいいんじゃないかまあロケもな、だから西村君何を言い出すんだ僕だからあの寝れないっていうか、もう夜は YouTube をほんと見ちゃって、YouTube っていうのはさ、ほらあの紐づいてくるでしょ、いろんなものが自分が見たもののでおすすめみたいなのがくるじゃないですか。ありますありますあります。だから俺あの本当あの格闘技が好きで、格闘技ばっかりよく見たりするんで、でそれとまあ水曜どうでしょうもたまに見たりするんで、それ紐づいてくると大体俺と大泉の喧嘩のシーンみたいなバトルつながりで格闘技と俺と大泉の喧嘩なんせみたいなのが必ず上がってくるっていうね。すごい好きですね自分っていうね、そういうお話でした。話でした。社内で表彰式があったんです。社長もいて、オフィス Q さんの会長、社長ね、ミスターさんとその元奥さんも、うんうん、と向こうの人もいて、その表彰取り上げするからって、社長も来て、じゃあそろそろなんて言った時に、藤代さん、すっごいでっかい手を振ったんですよ。いや、それはさ、そんなことはこの場でさ。何年前だか知られないけどさ、これが火をこいたっていう事実をさ、言わざと言わなくていいじゃん。それは俺の通行でミスっていうかさ、しょうがないだろ。君が寄り添ってこのところで言うふうな案件じゃないだろ。君何を言ってんだよ。君さえ黙ってればそんなことは誰も分かんないから忘れてるよ。いやいや、みんなの元奥さんなんて忘れてるよ。そんなものはさ、何をここで言うんだよ、ここで君は。
かしなこと言うな。いや、その時に全員がさすがにおって言ったんですよ。だけど嬉野先生はその時にいやもう出るんだよっていう一言で終わらせて、あの音すごかったんですよ。新情報って、まあこっちはね物を売ろうとしか考えてないから今言ってもいいようなジャンルもあるんじゃない、これはっていうのは。ああ、バッタヤっていうのをね、あの今もう画策してるのがあの大泉さんの勝負服と言っていいの、うん、明言していいの、大泉さん乗ってみる、いや大泉さんの勝負服のあのジャージに似たジャージを今作ってる。そうかそうか、に似たジャージを作ってる。なるほど、作ってる。なるほど。あとあのレインボーのやつ、そう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 、あれをちょっとねなんとかと思ってるのと、あとつなぎ売ります、バイクのえバイクのつなぎ、バイクのつなぎあるじゃないですか。俺が買いに行ったんだぜあれ。おお、そう作業服屋さんに行って、そうでしょ、うん、オレンジのやつと、そうでしょ、ミスターどうしようかなってあカーキにしてさ、あれずいぶんミスター陸上やってたから、うん、希望者みたいなあの奥さんが、うん、あのクリスマスの日が誕生日なんだそうです。今日だって奥さん誕生日言いにくかったですよ、 YouTube やるって。いや先生そんなご苦労があった知らないもんですから、知らないもんですから、ね、この人知らないもんですから、エスカレーターを登った時に登ってる時、いや今年もまたさ24も25も YouTube ライブでも仕事だよ奥さんなんて言ったらえってなんかえってすごい真顔されたもんだからあれなんかまずいこと言ったらな、じゃあ今年私の誕生日ないんだと思ってあっさすがにこの俺ですら言いにくかったですもん、ね、それをあなたがスラッとそのエスカレーターでねいや今年も YouTube の撮影でもうなん一戦にもなんねえんだけどみたいなことまた仕事だよ奥さんなんて言いかけたもんだな、なんか俺じゃなくて悪人が嬉野さんになってるから助かりましたわ本当に、待っててくださいミスター。俺もなんかどっから見たな、今突合戦に乗りました、ね、ああ文久3年平成6年僕らはあ、来た、こうだオフだこれはいや、いじったっけ、ロー入っちゃってもうウィリーさねずりなんだこれでやったこれだ、はい、ファンタジー、あるじゃないか、あるじゃないか、だから私どうでしょうで一番笑った瞬間、僕はもう決めてますよ先生。おかしいじゃないか笑いすぎちゃって笑いすぎちゃってすげえおかしかったなーって笑っちゃったんだけど、笑ってたのは嬉野さんだけですかだと思うよこれは難しいせーのでーん、はい、全然違う大泉くん黒柳さんの真似してたでしょ。はい、しましたしました。その辺だったんだよね、なんか笑っちゃって笑っちゃってなんだかもう涙流しちゃったんだけど、そうか黒柳さんのやつやってる時にでもう大泉座らしてね、そうで黒柳さんのやつを15秒ぐらいでね、次のあのゲストはミサですとかって言ってたもんね。黒柳さんの格好を大泉さんはしてた、してたと思うな。だから回してるんだ、回してる、回してるんですよ。そうそうそう、なんかじゃあこれは VTR には残ってるわけ、これはぜひ佐野に言って探してもらおう嬉野さんのあのシーンが、うん、一番どうでしょうで笑ったシーンが判明しましたっていう ね、そうです、おしゃれな、おしゃれな雑誌ですよ。雑誌の表紙を我々は飾ってる、飾るっていう。僕らこんな写真撮らないっすよ普通こんなになんか分かりやすく仲良くないっすよ、これ分かりやすくないですよ。こんなに笑ってない、こんなねどんぐりを拾ってね、どんぐりを覗き込むなんてことね、ありえない、ありえない、これ誰の手ですか、これ鈴井さんの 鈴井さんの手、鈴井さんがどんぐり拾ったよみたいな、ありえないよ。たまに山に行ってね、はい、
水さんがどんぐり拾ったって言ったら、うん、小泉さんが、え、水さん拾ったんですか、で俺がカッとかけよって、え、ミスターすごいね、すごいね、ミスター、嬉しのさんが、え、それ写真撮りたいなって撮った写真がこれみたいな、ありえるわけないわけで、そんなこと、一番の主演である小泉さん一番笑ってないですからね、これね、もう疲れてる、もう疲れてる、早く終わんないかなって見え見え目なんだけど、もうなんかジンギスカンなんか食べませんよ、こんなに我々はこんなね、大泉なんかもう煙で見えねえもん、あいつ主演俳優見えない、見えないもん、あれ映画の試写会ってメディアとして参加してインタビューするってどうかなと思ってまして、大泉洋さん、安田顕さん主演のところにメディアからの質問ですというところで、はいと言って、はい言うっていうことね、大泉さんやっぱり、うん、じーっと止まりますよね、絶対俺のことは刺さないですよ、絶対刺さないですよ、で、じーっと俺分かるんだけど、こうやって俺がはいって言ってあげたら声で分かるから分かるよ、ヘッドホン連れていかれるんだろう、もう、で、まずすっごい、もう質問とかじゃなくてそっちに行くと考える、え、今、で、すぐマネージャーをまず見ると思うよ、どうなってんので、AC もカメラいないかな、で、横見たら漆野さんが、あ、こうやってますしばし試写会のインタビューは止まるよで、俺が普通に、はい、いや、今回主役になったんですけど、どうやって主役になったんやっちゃったらもうはい入ってこない、はい、いやもう本当頑張りましたけどありがとうございます終わりほら過去の時なんかは逆に大泉さんがディレクターの席に座って俺が赤ヘルでね、ありましたね、言ってるなんていうことは実はやってはいるんですよ ね、 ありましたね、画面の外にいる方がいろいろなんでこれなんかどっかにあいつ甘いもん隠しねえかみたいなことを言ってポリポリ食っちゃったりとかっていうねディレクターとして の、 その向こう側にいる楽しみっていうのを彼は非常によく分かっている、だからまあこれからまだ長きにわたってやるわけですから、そういう我々手詰まりになった時に ね、 そうだね、あいつらだってもうやぶさかではね、それやりましょう木村さんってなるでしょうからね、なるほど、いややっぱりそうだな、どうでしょう、もう今頭打ちだから、そうだな、あのこれはちょっと僕らで提案受けたんだったら、いや、やりますよっつって水産カメラ回して、おじめがキューッとおじめやってっていうのもあるんじゃないですか、あれ彼は平気でやりますよ、そういうこといっぺんやってくれるんですよこれうつ観察小屋って言って、そこにトラが出るだなんだって言われてて、ほんで実際それが本当にトラで、でその後でもトラが近づいてくるわけです、でその時に鈴井さんっていう方がその我々が寝てたあのマットですけれども、それをまあふにゃふにゃだったんだけど、それをね扉のとこでガーンってあの人2枚3枚重ねてこうやって我々を助けてくれて、で最後ねやっぱりそのトラがうわって来たじゃないですか、すごい鈴井さんが一人でこうやってやってで撃退したっていう、その話を僕ねあのどうでしょう見たことのない人に言ったんですだから多分あれ鈴井さん今でもね背中に傷ありますもんね、であんまりお風呂に入りたがらないんで、トラの傷が、トラのこういう背中にうえって傷ありますもん ね、 ね、どういう、ただ最後こうやって小屋から出ていったんだ、ミスターさんだけだよあのトラの感触を分かったのは、だってふにゃふにゃだったから、だから背中に傷あるじゃん今でもあの人、あの過去はあんまり話したがらないけど洞窟なんていうのも行きましたね、なんか私がなんだかんだ言って一番後ろになっちゃって、コウモリがこうペタ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 、あなたの背中をコウモリ、コウモリが飛んでましたからペタ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 、大蛇ですよ白い白大蛇、ガイドが慌ててこう戻ってきたじゃないですか、スネークっていうわけですよ、のその大蛇っていうのが最初漆野さん分かんなかったんですよ、これなんかただの白い壁だと思って、でそしたらそれが全部蛇だったんですよね、壁が全部蛇だったで、彼が言ったらホワイトスネークカモンって彼がこの巨大な大蛇がね、うん、入れるくらいの洞窟でしょ、人間が入れるところ全部が大蛇だったっていうのは、そうそう、俺はでかいでしょ先生、何言ってんの見たよね皆さんもね、漆野さんのホワイトスネークカモンはやっぱりすげえって、だってそれは、ね、みんなドキドキしたよ、桜をなんか桜ちゃんにこういう時この人たちすごい協力してくるから、まあそうだね、一緒に犯罪者になってくるあのやっぱホラーも吹けるんだよホラーじゃねえ、ましたもんね、ホラーじゃねえ、優子のヨシなんてずっと言ってたもんね、あの時にね、クマは本当注意してください、出ますから、あの濡れたのがダメだから靴下持ってきてますかとか帽子持ってきますかとか、あでも大泉君持ってきてないっつってよ、持ってきてなかった、だからあいつやられたんじゃんあいつだって川でやられたじゃんクマにやられたの、だからどうしてももう我慢できないっつって、あの催しちゃって、あほんで川に行ったら案の定あいつクマにやられたじゃん、わーって声聞こえたよ、それスプレーでしょ、あーそのクマよけスプレーね、クマスプレーを全然効かなかった、股間にかけて、股間にかけて真っ赤になっちゃって、でクマにやられたんじゃん、あれそうだな、
もうちょっとさ、先生さ、もう何人かは買うかもしれないじゃん。うわぁ大谷が熊にやられたからやつ赤く袋の部分やられたんですよ。もうダメですね。袋の部分をいかれたんですよ。ねえ。みんなね。彼言わないけど、もう。彼言わない。あの、やっぱり南の島とか行くとそういうのはあるもんね。西表島っていうところに行ったことがあって。ほら、ガイドの、うん、俺日本人なんだろうなと思うけど、自分のことロビンソンって不思議だよね。人がいて、あ、俺絶対ね、俺日本人だと思ってた。だってでもロビンソンって言い張るんだって、名字は藤田って言ってたよ。でロビンソンって言ってた。ロビンソンがさって言ってた。普通で言えばさ、カメラ止めるはずなのに真っ暗の何もない海とか岸壁をずっと撮り続けるでしょ。あれだから何かに取り憑かれた超常現象です。ねえずーりーってなんかお経のようにずーっと唱えてるんですよ。ねえずーりーねえずーりーって言って、なんだろうね、ねずーりー、わかんないですよ。今思ってもなんで俺はあんなことしたんだろうってわかんない。なるほど。早く宿帰って寝ればいいのよ。そうそう。でもなんであんな、で結局朝までいたんですよ。全員が何か知らないけどコンクリートの上に寝ちゃう。うん、だって UFO も乗ったでしょ。あ、UFO はアメリカで撮りましたね、我々。ね、だってもう目の前の UFO は。あれ、我々はアメリカ横断っていうのをやりました。それなんか否定できない。あれは撮りました。うん、でしょ。あれは間違いなく撮りました。コンタクトしたじゃん、ミスターが。あ、ミスターコンタクトしました。あれは。いや、コンタクトもしました。そうでしょ。それはやりました。あれはアメリカ横断っていうやつですね。ね、うん、あれもやりましたね、アリゾナあたりでね。アリゾナあたり。アリゾナあたりで。で、やっぱ出るって、本当に出るんですね。出るでしょ。UFO 出ました。神秘的な現象ではあるけれどもね。うん、なんか、深夜バスっていう、深夜バスって皆さん普通のバスだと思うかもしれないけど。あんただってどこのジャングルの中で、あ、宇宙人だって言ってたよ。ん、あ、宇宙人だって言ってたもん。それ言ってんだよ。何、小泉君がなんか銀色かなんかのマントをこうやってたら宇宙人と見まごうたことはある。やっぱりその目覚めたばっかり、あ、宇宙人だ。大泉洋が描くその理想の男っていうのはね、あのほらオーストラリアに始まってね、喧嘩に明け暮れて、ね、喧嘩に明け暮れて、で必ず朝を迎えると隣に女性がいるわけでしょ。そうでしょ。セクシャルな部分っていう、大体女がいる。あのアメリカも思い出しますよ。アメリカ横断の時にあいつがありました。俺の空みたいなね。お、なんかあって、すげえハーレーみたいなの、アメリカの荒野を行って漫画でしょ。漫画でそのすごいブロンドの女性と恋に落ちて、そのハーレーの上でことをいたすということがね、彼の頭の中にすごくそのラスベガスに行くまでの間に、ね、蘇ってきて、彼の男像っていうのはそういうことなんですね。じゃないですよ、必ず女性がそこにいるっていうのが込み。ミスター、あなたの犬はっていうミスター、あの大泉さんの ね、彼は自分のことを犬と見立ててね、ご主人様のところに走っていくよっつって、はい、うん、ミスターさんになかなか大泉さん、怒られることもしばしばという状況。いやいや、私はミスターの犬ですと、私はミスターさんのに忠誠を誓っていますという態度を一切崩さず、その態度はそうなんだけど、やってることはミスターをかなり裏切ってるという、鈴井さんに怒られるっていうことが本当にあったっていう時期ですから。そのなんかおっかないっていうのも芝居じゃないっていうのが半分以上あるっていう、大泉さんの真後ろにミスターがいる。だから大泉さんは、あ、ミスターの表情がどうなってるのか一切見えない。ただ背中にはね、本当に針のように刺してくるね。ミスターがお前俺につくのか藤原につくのかっていうのを多分ビビり感じるんですよ。ああ見えてきた、いいですよね、イタリアの文字が見えてきたっていう。何言ってるんですか、あなたは。私はあなたの犬です。いや、ね、真っ直ぐ目を見据えてね、さあここでもうラストなんだよって時に、誰よりも早くあなたがフレームインしてやる、もうダメだとかって言ってから泣いてフレームインしてくるっていう。と大泉は苦笑いです。あなたがこう泣きながらこうフレームインしてくるっていう、うまい具合にフレームインしてくるんです、もうダメだとかって。あれいいシーンですよね、やっぱね。あなたの言葉には今かなりな悪意ありますもんね。こんなにね、やっぱ大泉さんも泣いて、大泉さんも泣いて、もうあの段階であんた現場でほら元鈴井さんの奥さん、はいはい、もらい泣きしちゃって、よちゃん、うちは、あなた、あなた、今のも悪意ですよ。そんなことないでしょ。どうでしたか、20年間、爆笑のシーンやから。爆笑シーン、じゃじゃーん、20年間。ほら、フレームインスタイルダメでしょ。俺も本当見たくないから、一回全員で泣こうっていうね。
あ、やってた。いや、ライブハウス借り切って、あれで本当に全員泣きましたもん。ね。男連中が来て、フジヤーンっつって。そうなんだよ。あいつらも絶対悪意やったな、今思うと。ねえ、ずーりっていうね。やっぱり、ね、大泉さん、そもそもやっぱ実況好きですね。うんうん、宿でやっぱり相撲とか、ね、対決レッドとかね、座布団を投げるのはおやめてくださいってね、俺もなんかね、なかなか聞かないんですけど、聞かない聞かないあとあれもあるじゃないですか、あの深夜です、金間違いのないようにっていうのも ね、 いいね、あれも実況も解説でもなく、深夜ですって、ね、深夜で対決レッドなの絶叫系じゃないですか、あーそうですかね、やっぱりね三つともあんこだっていうね、あれなんか割と絶叫系のね、そうそうそう、三つともあんこだっていうのはやっぱり絶叫系ですよね、あれなんか格闘戦ですか、放たれの視聴率は上下しても浮きは動かないぞっていう大泉さんの名調子ですよね、あれなんかはね、あれはうまいなと思いましたよね、うるせえと言ってますから、ね、うるさいよって言ってるのがね、どうして大泉さんはそういうのに当たるんだ、アフリカです、アフリカか、そうです、なんかビジネスクラスに大泉だけリクライニングしない、リクライニングしないんだよ有名な航空会社ですよ、有名な航空会社です、我々完全にフルハットですね、そうです、そうです、リクライニングいいよ、倒れない、リクライニングってお前つかなんか前の方でなんかずっとこうやってやってるから、どうしたのって言ったらすごいですよ、リクライニングしないんです、そこまでんなことないだろうっ て、 って、ちゃんと CA さん呼んで、うん、こうこう呼んで、ね、もうチクチ指摘してなんかこれこう来ないんだ、でしばらくしたらこう連れて行かれて、ファーストクラスでもこれ消えましたね、ファーストクラスに、そしたらその後ごねましたよね、飯の時は返されて帰ってきてあれどうしたのっつったら、いやなんかファーストクラスとビジネスクラスは飯が違うから向こうに戻ってくれって言われてっつって、ガッチガチのこういうリクライニングしやすい飯食ってこれ怒ってました、でまたファーストクラス行ったもんね、どうしてその方が面倒じゃねえか、どうしてファーストの飯を食わしてくれないって言ってましたよね、確かにね、他のロケであそこまで彼怒ったことあの時だけだもん、あの時にね、そう我々に直接ぶつけるんじゃなくて、ね、安田さんがオンちゃんっていうものにぶつけた、こんな目にあったら誰のせいなんだよって殴りながら自分のせいなんだよ、他にね今まで釣りバカとかなんかでドロップキックやったりなんかしてましたけど、それとは違ってですよ、凄惨な感じありましたありましたありますよ、ね、ただただ怒りを向けるしかない、吐くしかない、おーいって言うしかないわけです藤村君って言うしかないわけです、気持ちいいこと言ってくれるな、おーいってあのおーいでいろんなものを吐き出そうとしたんでしょうね、 DVD 版なんかには入ってますけどね、おおなんだお前ら随分静かじゃねえかみたいなことも言ってるんですよ、うん、さすがにあれか、さすがのお前らもこう悪いことをしたなと思ってんのかと、全然我らは悪いことしたなんて思ってないんですよお前が勝手にやったことだ、勝手に怒ってあのなんか勝手に収拾つかなくなってうちのキャラクター殴りつけて怒りのまんま車に入っただけだから、だからね俺大泉がね、うん、笑って出てきたでしょ、あの時にちょっとねこっちはね勝ちおい何よお前はヘラヘラ笑ってんだと、お前の責任だろこうなったら、そこのところは修行ですから大泉洋としてはもうその瞬間に俯瞰で見えて彼反省しながら笑ってくる俺はいい場面だこれなんか言ってました、うん、今朝いいですか、山回してますから、ね、それバカ野郎って言われて、うん、あんなヘラヘラ笑いながらね、はいはいって言いながらであいつ言いましたからね、番組史上初めてのことですけど、私は全ての非を認めますからって言った時にはやはり私の真剣さっていうのが彼にあったんでしょうね、やっぱりね、そこまで真剣になっちゃってごめんなさい、あなたをそこまで追い詰めたのはこのバカ野郎の私ですみたいなね、あったんでしょうね、最後の最後にドアをカチャッと開けてどうしました大泉さんどうしました、そのゲーダーのというシーンですからねあの安田さんお酒好きですから、あの人飲みますから ね、 ね、彼相当飲んでましたね、飲んでました、飲んでました、ベロベロになってましたよね、好きですもん、どうして安田君にちょっと、ね、あれ別に呼んだわけじゃない、横に行って安田君さ酔ってるって言って、そのぐらいですよなるほど、あ、酔って、いやちょっと来てますね、うん、そうかいねえってこうねえ酔ってるんだね、うん、なんて言うぐらいですよ、僕あっき言わなかった、言わないよ、謎なんよ、それは何かをひっくり返してね、うん、とかって言わないですよ、そこまでは言ってない、でもなんか安田君はあくらさぶに蹴ってましたから酔ったにしちゃポーンなんてやってましたから酔っ払った勢いで大泉さんのやつを何らかしてくれみたいな言うわけでしょ、でさ、いつやるかなっていうとこから連れてるって言った時に大泉さんがこう矢作を見た時にどういうやり方で来るんだっていうあんなにサッカーボールみたいに蹴ると思わなかったでしょ、完全にゴールに向かって
キックシュートしてますからね。あれちょっとあの4人でね、まあ、アフリカ行くって決めた時に、うんうんうん、じゃあトラジャンカーで終わらないですか。終わらない。あんなとこに4人で裸で行ったし、もうライオンジャンカーなんかいくらでもいますから。俺もう実際大泉さんがターンと本当に先生打っとやと本当にもう本当にもうそれがいけなくなります。日本語を堪能なねアフリカのガイドがいましてね。何て言いましたっけね、なんかスティーブ。スティーブ。もうキンキン声で。はい、スティーブ。なんかライオンいっぱいいるよ。いるよっていうね。あの怪しげな日本語がね、また炸裂しましてで。あのホテルから空港まで送ってくれたのドライバーさんが、はいはい、もういきなりもうホテルまで、うん、あなたは大泉さんでしょ、なんて、うん。バイク乗ってもうほら、面白い面白いね、なんて。ねえ、ねえ、私マサイ族よとか言ってくれるわけわかんない人がね、うちの番組してた。どうしたんだったら3年間埼玉に行った、埼玉にいた。そういう出会いがありましたね。埼玉でやってるからね。あの恐竜かと思いましたね。ちょっと恐竜っぽかったです、ね、恐竜は象の集団とかなんか。そう、象怖かったですよ。怖かったですね、家族でいますにね。親子連れの氷河、お親子連れの氷河、氷河、氷河とかって言ってくる。もう今なぜどうでしょうという名前にしたのですか。やっぱりローカル局の深夜番組ですからね、はいはいはい、大したものはできませんと、はいはい、でなるべくこうへりくだった状態で、うん、皆様に見ていただきたい、こんなものを作ったんですけれども、はいはい、どうでしょうかという意味合いでどうでしょうね。でした、ね、判定番組なんて最初言ってましたもんね。そうです、そうです。低予算、低姿勢、低カロリー、低カロリー、ね、今はもうすぐ逆ですけどね、濃くなっちゃってもうカロリー高すぎてみたいな、かぶせるぐらいが知ってるでしょうなんていう ね、 あ、 ね、あ、どうでしょうなんていうかじゃないです、はい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 、知ってるでしょう、水曜知ってるでしょう、そういう意味合いがあったんですね。そういう、なるほど、今はそういう態度になっちゃって、これはいいですね。一番怖かった話っていうのが、山の中をね、一人でこう歩いていたら急に辺りが真っ暗になって、嫌な気持ちがしてふっと立ち止まったら、ポンと肩を叩かれたと。その肩に来た指がパッと見ると3本だったと。銀色に光る3本指がバンと叩かれたと。で、ハッと見ると、もうこういう目をした全身銀色のスーツを着た人間がこうビッと立ってると。あの山道を僕歩いて帰ってたんです、その田舎の小学校の。それ以来帰る時はもう常にこうですよ。三本指がね、銀色のやつがいないかと。それが今でもなんかあって、だからホテルでもついシャワー浴びながら、ぐっとこうね、なんかここに三本指の宇宙人がいないかっていうのが、だから僕一番怖いのは、冬に肩を叩かれるのが一番怖い。大泉さんとミスターさんのここはすごいなと思うことはありますか。急にこう対決だって言われて、はい、このなんかこう赤伏線で勝たなければ自分はあの株の横につけられたあのもう14キロもあるおかもしで明日からこの道の場合国な道って言われてるところ行かなきゃいけないからと必死になって飲んじゃいけないっていう赤服を飲んじゃって案の定喉に詰まらして必死で水を飲んで流し込むんですけども、うん、詰まって鼻から出てるっていうかねその時にやっぱりね、じゃあそのミスターさんに驚いていながらも、うん、いやさらになんか上を行くために何か考える大泉さんのね、ずる賢さというかね、じゃあ次ミスター僕はやってきますから、ああ、藤村君君にはもう好きにはさせないぞと、ミスターもう一回やりましょうみたいな。ああ、言ってる。あそこら辺の持っていき方ね。持っていき方。あそこの情け容赦ないと思います。番組的には本当にミスターを生かすよね。逆に生かしますよ。生かすと思うよ、なんか。ミスターはそこで終わったと思ったんだから、そうはいかないっていう。皆さんこうナイスバーランランさんの六花亭の包装紙ですか、俺のシャツはって大丈夫なのかお前まあ1万2000円だからいいけどそれはな確かにありますよね。確かにこれね、六花亭さんの罪がこんな感じですよ、ね、コムデギャルソンですか。あ、そうなんですか。コムデギャルソンですか。六花亭と同じですか。あのやっぱりあれでしょ、間違えたんでしょ。これまた1200円ですよ。1万2000円やっちゃってるけどあらあらあら、え、この人2回え、2回1万2000円入ったの。もう1回1回え4回4回入ってんの。おい、どうした、どういうことどういうことどういうこと。おすおいおいおおおおおお2回じゃねえかよいやいや、まあ、何回、いや何4回ぐらい入ってる。ここは何とかしたいと思って鈴井孝之さんにお願いをしました。ああ、ハイジとして走ってきてくれないかと、うん、その時にはね、手元にはそれはメイク道具ないですよ。
あったのは地図を赤く塗るための赤いマッキーですよ。赤いマッキー、赤いマッキーをこう塗って精一杯の全速力で彼が斜面からこう、斜面からこう排じ風に、僕は撮りましたよ。それを撮りました、撮りました。彼が持っていた個人で持っていたカメラがコロコロって転がってポケットから飛んでいく瞬間も捉えてます。捉えてますこれ多分放送してもらえば、で牛の糞の糞の上に落ちたんだろうね。悪く落ちました。ハイジが一瞬カメラ一瞬動きが止まったんだね。だったんですね。彼が自分が持ってきた精一杯やったのに、精一杯やったのに自分の私物が落ちて糞まみれになったっていう、になって落ちて、ハイジがそれでも一生懸命また。俺はもう2018年だろ、もう上半期だか下半期だか、もうそれ一色でしたもんね。そうですね。あの大泉洋もドハマりしてましてですね、そのこと全然知らなかったんですけど、あのまあ深くは言えないですけれども、どうでしょうのね、新作を、まあ、僕らのロケをしたんですよ。個人旅行でね、うん、行ったんですけども、その時も2人で見たという、ね、なんかね、2人で見て、2人でやっぱいいなって言いながら、いや大泉洋いいと思うなんて言って って言ってたっていうぐらいに、ただなんでしょうね、最近トミー熱が冷めましてですねやっぱり熱されると冷めるのも早いなと思って。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。どんどん帰ってます。みんな帰んなよ。どんどん帰っていきます。もっと飲めよ、ね、なんで帰るんだよ。いやもう俺まだこれで粘ろうって思ってる。粘ろうと思ってんだろ。なんで帰るんだよ。もう1分卵5000円。おい、卵をやめろ。卵をやめろ。卵5000円。やめてくれ。卵もいい。あまりにも高騰してるよ、卵5000円じゃ。卵が今ね、最後のね、乾杯をしたんだよね。本当にね、今日はやめてくれ。社会不安だよ。やっていけないよ、5000円もした卵が。卵100円まで下がったのに、親子丼も食えないよ、あんなに。中ピカさん入りました、庄山さん。いや、そうか、そうか、準備さん。いやー、1万円、最後出てきた。1万円。何今の。スパチャで、トラゾーなんとかしてくれと言われたんだよね。1秒、1秒。はい、聞きます。はい、聞きます。いやー、皆さん、みんなありがとう。またね、コーヒー飲み会しましょう。またコーヒー飲み会。ギリの寝技を取るシェフの姿で、なんとこのシェフが元鳥に鳥に役を切り出した。黄色い男がとにかくこの社長のところに渡されたわけは分かりませんが、何やら体調を暴露して、何なんだこの料理番組は。エビの頭で出汁を取った汁に背わたを取られたエビの本体がすっと入り込んでいくわけでございますが、いかんせん灰色灰色と赤色まだらになったエビが気持ち悪い灰色の汁の中に入るんですよ。こんなまずそうなエビは初めて見たな。こっからどうするんや。今のピアノって言ったら大体黒いですよね。黒いですよね、うん、これはもう、まあ、あれだから、あれなんで黒くなったか知ってますか。ロケット生きてんじゃねえよ。ね、私この前ね、チコちゃんに言いましてですね。あの、チコちゃんに叱られます、そんなこと言ったら。いや、俺はね、チコちゃんに出てると思うよ。もう少しは踏ん張りましたよ、なんか。あれはですね、日本に湿気が多いかららしいです。だから漆を塗って、その湿気も抑え込むみたいなやつで、漆の色らしいですね。だって今やなんかコンサートなんて海外だってやっぱ黒いでしょ。だから日本のピアノの生産量が非常に世界のトップだったらしいですね、みたいなのとかあるらしいですけど。ピアノ売ってちょうだいな。実は最近字が悪化してます。それはなんか告白されてもっていうのがあるんですけど、一回ね手術をして治ったと思いきや、赤裸々すぎます。最近も、大量の血が出ます。そうなんですか。実はだからもう一度あの血の手術を受けるべきなのかと思いますけれども、結局先生にもあの完治はしませんと言われてるんで、またあの先生のその高ぶった指が俺の中に入るのかと思うと、それはやっぱりちょっと怖いなっていうのがあって、なかなかそこまでの勇気が今だ出ないまま、実は字、ね、が悪化したまま今も放置していますっていうことではありますね。汗出ちゃうな。まず嬉野さんがカメラを回したことを確認して、で
このぐらいの感じで言えば、もう大体、ちょっと、俺のお腰からこうです。そっから始まるわけですからね。すごい、わざわざ起こして、連れて行って、見てみろ。割れてる、こっちは寝ぼけてんだよ。え、割れてるぞって苦情言ったら君が割れてるなって言ってなんか考えてる、うん、そういうのもあるな、うん、でもその時の考える顔が若干怖いんだよ、うん、それ違うよなみたいに見えちゃう、うん、考えるわけですよ、うん、猿がなんか顔を赤く塗ってくださいって言ったら、あ、いいですよ、お前その前のその顔やめろっていう。で、ある人は考えてるだけ、うん、そうなったらどうやったら目立つかなって考えてるの、顔がちょっとダメだっていうだけ。 600m 飛べますみたいに言っても多分飛んでくると思う。そのために考えてるんだ。これ断る、なんて嫌なこと言ってんだよって言うんじゃなくて、みたいな感じで考えてるだけと俺は理解してるから、あの人には考えてる時間を与えたいし、こっちは諦めないっていう、あの人は多分何でもやってくれるね。うん、電気を全部消して寝てた。はいはい、電気消して、はい、もののなんか1時間が経たないうちに、はい、まだ寝ずにないんですよ、はい、パッと明るくなるんですよ。えほっそれなんか動かしたんですか。いや全然、だからなんか気持ち悪いなぁと思って、でもなんかこう絞って何も考えないで寝たんですけど、まああれも起きてすぐですよ。起きてすぐ、まあそういうなんか酔って寝た時にパッてこう、いつ寝たか分かんない時に寝た時に、最初に考えるのはエスプレッソではないです。に、どうも奥さん知ってるでしょ。今の話が良かったじゃないですか。あ、先に言っちゃった。ちょっと早かったじゃないですか、これ。雑学的に良かったじゃないかな。雑学。鉄道の話なんですけど。おお、JR 北海道がですね、うん、終わりました。で、うちの、 田舎っていうのはね、すごいちょっと有名な、うん、バカみたいでっけえうちわをね、でっかいうちわをこう背中につけて、でこう放火踊りって言うんですけど、それは有名で、放つ火、やぶやしてそれまずいでしょ。放つ下放火踊りはダメ。そんなのやっちゃダメ。さ、やっちゃダメ。祭りにされちゃったら結局は迷惑だよ。それはまずいって。違うでしょ。違う、放つ下よかったよかった。放火踊り今イメージを変えないと、今文字を出さないと。それはいや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 、放火踊り、大海っていう、大きい海って書くところね、大海の放火踊り。そう、赤服、うん、対決したじゃない、うん、対決して、うん、で大泉さんがじゃあ100キロまでは免除だとかって、うん、すごいひどいこと言ったじゃん、うんうんうん、あのあと終わった後もカメラずっと回ってて、うん、なるほど、その後の俺らの会話が入ってる。もうカメラは止まってるのに、その後ずっとなんか思い出しながら喋ってるっていうシーンが未公開シーンに、あれはだからカメラマンのたけしが止めてる風をして、はいじゃあ OK って俺が言ったんだけど止めてないんだね。その映像がまだ残ってて、だからこの素の俺らが、もうミスターさんなんか歯磨きに行っちゃってんだけど、俺と大泉が寝っ転がりながら、なんか嬉野さんこっちの方に行って喋ってるっていうシーンがちょっと残ってたりとか、ちょっとそういう、あれこそ特典映像だなみたいな。それは特典映像ですね、みたいな。でも俺ら口調変わらないから、本当にまだこれカメラ回ってると思ってんじゃないのかっていうけど、僕らの多分素です、あれが。なんでミスター爆発するんだろう。ボトルを入れた時点でスイッチがつきます、はい、で光りました。強炭酸はお好きですか。強炭酸でしょ。じゃあもう今日行ってみましょうか。強炭酸せっかくですから。そうするとこの酸を、はい、じゃあちょっと押してみてください。ここ押すだけです。ギュッと押してください。はい、ギュッて、ちょっと、おおおお、これ踊ってます。踊ってるよ、はい、あれおすげえ、これは面白いぞ。どうしたんだこれって、毎回これだ。はい、今5、6秒だったと思うんですけど、そう、はい、もうできちゃったの。はい、これが生炭酸です。マジで、でございます、はい、ミスターのバリケードで進撃の魔人を阻止できるのか。
いいね。マットレスで。いいね。ミスターがバーンって俺に潰されるね、みたいな。ダッ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 ってダーンって飛ばされて俺に食われる絵見たいね。何の役にも立たなかったミスターが、はい、ミスター食っちゃったダメだよっていう。偉くなったっていうか何をするかっていう外回りですよ。そうですよね。他と会社をもっと広げるってことですよ。そうですよ。あれをやらないといけないのに会社にいる時間をあなたは自由を与えられたわけだから、もっともっとこの会社の自分たちのもので外に出ていってアピールしてください、もっと仕事を取ってきてくださいっていうのに、もうほとんどの管理職になった人は給料下がったくせに自分はよく見られたいから、あの朝早く来て おはよう、俺よく見られたいから、褒められたいから、またバーッと今上司がだけど僕が言ってることは、僕らが言ってることは、あの下の部下にはよく言ったっていうの上の方にこう来てる下履きたくないんだよな。そうなの。 T シャツとパンツ冷えない。嫌なんだね。お、なるほど。あの全身覆われてるのか。じゃあパンツだって別に履かなくても。まあそうね、ギリギリそのぐらいは人間としてっていうね。いやなるほど。フリチンで寝るってことはないです。なるほど。でパンツで下に履くっていうのは嫌です。あ、そうなんです。下に履くのが嫌なんです。なんか俺もおかしいと思うんだけど、あの下冷えんじゃん。下冷えます。だけどパン1でいたいわけよ、うん、いやこれなんかパン1でここにレッグウォーマーみたいになって寝ることあって自分でもおかしいなと。おかしい、おかしい。それでトイレ行くときに俺おかしいなって思うときは、おかしい、おかしい。それでレッグウォーマー、レッグウォーマーとパンツみたいな。レッグウォーマーをしてる。そうそうそう。なんかこの辺にね、あの足首のあたりにこうやってね。そういう女子高生のね、まあ大体漫画ってそうじゃないですか。あ、漫画っていうかアニメっていうかって、女の子がなんか見てると一切見なかったんですよ。そう、それが主人公である瞬間に見ないんですよ。でも、あ、そっか、女の子が主人公っていうのはこういう効果があるんだっていうのをなんとなくちょっと肌で感じたところがあって、まあ好きな漫画というか、いやちょっと最近漫画で見たのはそれっていうのがありますね。女子高生なんか全然合いますよ。いやだから、例えばその漫画的なものですか、先生のその肖像を、まあ、ちょっとなんかこう、ね、カリカチュアしてさ、ね、ちょっとこう身長グッと縮めたいし、なんか、お、変わっちゃったよかったですね。ということでね、時間でございますね、漫画の話でね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ京都の木の実さん、ありがとうございますからいただいたやつの、これはね、渋いですね。木の豆雨っていうことで、じゃあ先生ちょっとね、乾杯ということで、あ、じゃあ皆さんも、乾杯。いい音色ですね。これは美味しい。そうですか。スルッといっちゃうから、子供でも飲むじゃないか。いや、そんなこと言っちゃダメですそんなこと言っちゃダメですうん、赤ワインは僕はもう本当癖があるやつが好きなんでね。あ、うん、白ワインはクソが癖がよしよし、いつからメガネをかけてますか。ちなみに あのね、そうだそうだ、今気に入ってるのは、メガネあるじゃない、気に入ってるのはこのサングラス。あ、これちょっと違うよ。これもこれもあの福井の鯖江の鯖江のやつです。これいいね、あんたが危ないでしょ、あんたがサングラスかけるとさ、いいな、 YouTuber いいな、いいな、いいでしょ、本当にインチキっぽいじゃあこれはね、あの一目惚れで買いまして、あのこれはディータっていう、これは福井が日本製なんですけど、あの海外にすごい人気のある、あのハリウッドのセレブもやっているという。おいいじゃん。自分で確認できたいですね。全然レンズが違うから、もうなんか。違うから。すごい世界見たくない。稽古の時にですよ。諏訪君が、あ、これで鹿でしたなんて。鹿でしたなんつったらね。これ言ったらやっぱりもうどうでしょうのファンはドッときますよね。大体日頃だったら受けますよ。受けます受けます。それで、私もね、私のセリフじゃないんです。これは私の先生のセリフなんです。いや、まあまあそう言われたらね、鹿でした言ってみようかな。先生言ったの？言って。観客は水を打ったように。客席はですね、あれだけのどうでしょうの名言。だってさ、分かりそうなもんでしょ。いつもと違う逆来るんですよ。
そうでしかでしたって言ったところで、だってそれは諏訪君とかは言うんだもん。当たり前じゃねえかと客席の方ではなんか言ってますよね、なんかね。当たり前じゃねえ。なるほど。これは驚きましたね。先生もやっぱそういうことあるんですよね。ありますね。やっぱりちょっとなんか違うところに行っちゃうと、行っちゃうと言われるまんまにやっぱ言っちゃうんですね、なんか。今最近じゃあもう我々よりもあいつの方が傍観ですからね。これも言葉きついですからね。きつい、きつい。君だってへこむぐらいは聞きましたもんね。そうそうそう。今回のあの副音声の昨日やったやつってそうじゃないですか、カレー、ミスターさんがカレー出してるって言ったらね、おなんだ最近あのうちの会長のやつばっかりやって俺のカレーどうなってるんだとか、これ出ました、ね、ごねてましたでしょ、これだから大泉君抜きでね、本出した3人でね、水曜日のおじさんに出したって言ったら、なんで俺、なんで話がなかったの、なんで俺になって、俺初めて聞いたぞみたいな ね、 てましたね。普通だから司会者は祝福しろよ、それをね。そうですね。あ、そんな新しいの出たら楽しみですね。言わねえんだ。年上に対して、ね、年上に対して、あんたら何勝手に、ね、どこ行ったのよ、九州行って楽しそう、なんだよ楽しそうじゃねえか、なんで俺に黙ってって、それを重鎮に向かってねやっちゃう。俺それ見て笑ったもんな、やっぱり。僕が50位にも入ってないシーンですけどね、うんうん、私があのマリーノのノーってやつが俺が一番好きだって、私のリクエストでそれを流してやった時に、大泉さんにやっぱり目の前でやっぱりまた実演されると、なるほど、俺ほんと腹筋がもうおかしくなったもん、生で見ると、うん、で彼やってくれるから、こっちがもう弱み見せるとそこにま乗ってくるから、本当にやってくれるでしょ、やってくれる、やってくれる、受けるってことやりますからね。何でもやりますから、本当に。もう要はなんかずっと褒めてるじゃないですか、我々自分たちの番組を、なんかね、もう素晴らしいと思っちゃう、思っちゃうでしょ、思っちゃうわけなんですよ。だから本当に私がその好きでなんかこのランクインさせてもらったあのね、なんか4人部屋ですよ、4人部屋ね、あの北島の4人部屋で、うん、あのベッドソーダスで、で彼が横浜さんが向かってくるじゃないですか、うん、その一番最後の彼がとうとうとももう流れをもう止めないのすごい方、うん、全部で、うん、ね、全部使えるっていう、うん、一番最後に彼が全部言って終わったもやったなって終わった後に君が寝ながら一回やってくれって言ってるよ、なんか全然伝わってねえっていう、最近だけは全然伝わらなかった、あんなに大見え切ったのにね、最後決めたんですよ彼はね、こうやってね、あいつだけは伝わらなかったんだなっていう大泉がこんな爆裂した頭で、それも君が言った瞬間がいいんですよ。彼が満足して、そこしてあの不安定なベッドの上にですね、一歩二歩行った瞬間に言ったんですよ。彼喜ぶんですよ。あの辺がね、僕は本当にいいんですよ。そうですね。あれ大泉でしょ。大泉洋の目の付け所でしょ。やっぱり。俺は全然不思議だと思ってなかったから。言われるまで気づかなかった。だから、俺とロビンソンはもう次やること決めてたから。いや、だからそれも込みで、うん、俺たちはおかしかった。俺たちもおかしかったっていうこと、つまり、うん、俺カメラを撮ってて、うん、ね、で大泉洋も何の説明もなく、うん、ロビンソンになんかその打ち合わせもしてないのに、はい、あ、じゃあロビンソンどうとかって言っちゃったから、ロビンソン真面目だからカメラ回ってると思えば、俺どうすればいいのとも言えずに、うん、海に入っていくみたいな、紹介もせずに、そう、無言で海に入っていく男みたいな、あ、そこはさ、あなたも込みでおかしかった、そうなんだね、そう、車にミスターを乗ってたんですよ、乗ってる、で、うん、荷台には大泉君乗ってたんですよ、ね、うん、我々は別道で行ってたでしょ、うん、いろんななんか他人をロビンソンは自分の車に乗せながら、そうそう、結構きついんですよ、きついですよ、おそらく大泉洋は荷台だから一番喋るとか喋られない、うん、で席に同乗してるのは安田君とミスターだから喋らない、喋らない、その重圧あるでしょやっぱり。あたかも上司の役目だとか大人としてやるべきだと思ってるわけです。方針に道を譲るなって言ってるでしょ。まあこれも炎上するかもしれないけど、譲るっていうことは大したものやってなかったから譲れるんで。いや炎上しました今。今どっかんどっか燃えましたよ。いやそれは元々の考え方がだからダメなんだっていう。あなたが悪いわけじゃない。あなたが譲るっていうことは、あなたはそれぐらいの仕事しかさせられなかったし、基本譲るということが前提で仕事をしてきたという。今もコメントがこう。ぐわー。バカにするな。50代男性会社役員みたいなね。ですかね。なっちゃうなっちゃうなっちゃう、もうここら辺だから、これスーパーも出るわけでしょ、これ、はい、これでスーパー出せるし、デロッパーもワイプも作れるっていう、そうだよね、いろいろここにあるもの、へえ、これいや多分それ設定しないと、そうだね、余計なことすんなって感じだねこれね、もうでもこれがあるから、あ、うまい
ですな。うまいですよ、これ。この若干白濁したように見える。ああ、これがヴァンペイユじゃないですか。断定がすごいですね。これがヴァンペイユ。生姜も入ってるんですよ、ヴァンペイユで。あ、でも確かにね、柑橘系のことは絞るとなんか白濁するかもしれない。うわー、たまらんね。うん、すごいですね。それで何社くらい契約したんだろうか。その顔で、フランスアルザス地方のマルテクライデンバイツのリースニングですね。クライデンバイツ、ソーリン、これはいいな。ものすごいスラッと入ってくるんだけど上品。美味しいですね、これ。美味しい。白ワインあんま好きじゃなかった、じゃなかったけど。ああ、久しぶりの顔が。そうだね、久々に見ましたね。はい、これはいいですね。私は歯医者さんに行ってるんですね。はい、私ね、スケジュールをここで全部止めるんだろう。歯直したんですかっていうコメントも来てましたけど、歯を直した、歯を直したっていうか、前歯が僕全部なくなったんですよ、全部前歯がなくなって、で今あのようやくこうち私のこと知ってる歯医者さんなんで、全部2時間ぐらいかけて、もう1回2回でやってくれる。志村さんのためと思えと、やっぱり根を詰めてでもやりましょう。そう、長い付き合いですね。いや、そうですね。よし、それやった後ココキャン行ったでしょ。ココキャンの間に私週刊文春の取材を受けてました。おっと、それ電話取材ですか。電話取材、大泉さんについて。ああ、なんか言ってましたね。特集が今度組まれ、もう来週あたりの文春さんに出るんじゃないですかね。はたと思って、AI が水曜どうでしょうやってくれたら、俺こんなに楽なことないなと思って、ロケ行かなくていいんですよ。確かに。で、もちろん私と嬉野さんに何らかのフィーは返ってくるわけでしょ。返ってくるんですか。返ってくるでしょう。水曜どうでしょうの AI のその基本的な情報っていうのは我々の今までの行動であるとかっていうところにあるわけでしょ。ある程度学習しますからね。ある程度、だから我々がそれに対して何らかの見返りっていうのをくれるんであれば、私それで完璧なね、水曜どうでしょうやってくれるんだったら、そういうことで見てみたいですよ。見てみたいし、それでさ、我々に何らかの見返りあるわけ。それはいいですよ。それいいでしょ。全然いいですよ。全然いいでしょと。ちょっと面白いのはどうでしょうみたいな。で、我々にガッポガッポ入ってくるわ。それはいい。それいいじゃない。それはいい。みたいな感じのことをなんか思っちゃったりもいいして、あなたこの人となんかやったら面白いな。あなた決してなんか優子にいた時もね、熊谷さんがね、いや、本当はピードじゃなくて、本当なんかファイヤーとかやって、ギター弾くなんとかさんがいたんだけどねって言って、あ、そいつじゃなくてよかったみたいなところ、あなたありましたもんね。ありました、ありました。ピードでよかったみたいな。ピードでよかったみたいなね。そういうなんかありますよね。はい、なんかこう自分でこうやってやったらいいっていう人にも、ちょっと裏のニュアンスがあなた欲しいとかあるでしょ。そうですね、裏のニュアンス。そうでしょ。だからロビンソンってやっぱり自分の主張が強くて、なんかこれやった方が面白いんだよって言うけども、その裏でこの人世間から浮いてんじゃないのかなみたいなところがあった方が、あった方があなたとしてはなんか、ね、面白い世界に連れて行かれるんじゃないかっていう期待を抱くでしょ。私とは違う、私が考えていたのとは違うものにね、なんか行くだろう、ね、おお、なんだお前ら随分静かじゃねえかみたいなことも言ってるんですよ。さすがにあれか、さすがのお前らもこう悪いことをしたなと思ってんのかと。全然俺らは悪いことしたなと思ってないんですよ。お前が勝手にやったことだ、勝手に怒って、あのなんか勝手に収拾つかなくなって、うちのキャラクター殴りつけて怒りのまんま車に入っただけだから、そんな時にそら人は何も言えませんよ。あの時に誰もあれですよね、まあ、正直大泉さんに悪いことしたなんて誰も思ってないですよね。思ってないですよ。確かにね。なんていうことになって、まあ、その後ね、ああやって火に油を注いでね、やることによって彼がさらに怒りを爆発することによって、もう次の場面、あの反核祭かけた、すっかり彼は紛争に満足してないんですよ。なんだかもう、ね、答弁会をやってましたもんね。言ってましたもんね。器の大きい男みたいなこと言ってて、言ってましたもんね。あれがやっぱり完全燃焼。そうですよね。一回燃焼するとね、このサイン、もう大泉は間違えちゃって。それも先生が全部書いたんですか。違いますよ。違うんですよ。これ本人、三沢さんと本人が97年って書いてある。97年。番組始まって1年ぐらいでやっぱりもうローカル番組人気ナンバーワンっていうふうに言い切ってますね、彼はね。すごい。でも3つ字間違えちゃいましたよね。7年って言ったらもうヨーロッパに行ったんですかね。11月12日ですから。ヨーロッパ帰りですよ。ああ、それでだからなんかさ、
今までそれまでサインなんていうもののね存在当然大泉にはなくて、ミサさんは何かあったんでしょうけどっていうんで、多分最初のサインみたいな感じですよ。大泉さんは今でもこれなんですかね。これに似てはいるけど、これを随分崩してますね。これはすごいですね。人に頼まないですね、うん、一筆書きみたいになってるこれで余計大変だからこれはだからもうほぼ最初のサインみたいな感じですよ。歴史的に意義がありますね。これいくらぐらいで売れるんでしょう。ミスターさんと大泉さんはやっぱりなんか観音様かなんかなってもらって。そうだね、うん、なんかねちょっと、ね、昼の30分だけ開けるみたいな。でもすぐ閉めるみたいな。じゃあもうなんか VTR だね。VTR みたいな感じでもいいし、ね、なんかロボット作っても、はい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 、まあまあ本当観音様作ってもいいと思うんだよね。それはいいかもしれませんね。でそこに声だけ吹き込んでおいてもらって、はい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 、大泉さんたちね、なんかそれでいいんじゃないのかっていう。なんかありがたいこと言ってもらえばいいですね。そう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 。ヨーヨー閣からやっぱりあそこで飲んだは赤ワインが忘れられずに、よろしくですかね、社長だかなんだかね、談話室か談話したらなんかこれどうですか、どうですかって言ってくれた。あれはもう45万するじゃないですか。そうですそうです、うん、あれね、その話をしたかどうかわかんないけど、大泉さんがね、ずいぶん前に、うん、あの情熱大陸かなんか出た時に、うん、彼がその演劇をね、うん、チームナックスの芝居を書くんだなんて言った時に、うん、俺はこもるんだなんて言ったのがあそこでした。あそこにこもったんですか。こもったんです。何日間。いや分かりません、3日だかは分かりませんけれども、それあの時だと体力ありますやっぱりね。そうです、そりゃそうです。おりたい高いですよ。おりましょうよあそこに小泉元首相も確かに好きなの。それ小泉が言ってた。そうなんです。息子さんがね、息子さんと共演してるから、ね、きっとね。そう、そうで親父とよく2人で見てるっていう話は聞いた。あれあれそうなんで親父笑ってたっていう話は確かに聞いた。二次会参加する人います？参加する人はいるかもしれない。いないですよ。じゃあ先生すごいカメラ目線でセクシーって言うな。あもっと言ってください。もっと寄って、もっと言って、あそうそうそうやってこう。もう二次会はいいでしょ。そうなんかコメントから見え隠れしてるキーですね。あいいです。二次会やります？やりますか。いいでしょ、やんなくて。寝ていいでしょ、うん、ね、来るなんて言う人がないねえ、ね、俺と嬉しい、あの、みそさん結託してるわけじゃないんだけど、やっぱりあなたと、ね、君たち大泉洋が君たち権力者に対して俺と大泉小市民がなんかあの、なんかプラカードで陳情してみたら反論するってことでしょ。俺ら別にさ、権力者でもねえし、うん、それもあなた方が勝手にさ、小市民になって俺たちに反論してくんだよ、なんか。その辺、その方が得だと思ってる、ね、得だと思って、急に敬語で俺たちに喋り始めてさ。いや、俺とミサさんは、いや、そんなのでいいんだって言ってんのに、あんた方二人だけがさ、いや、あれのね、あれやっぱあれですね、嬉野さんもなんか、嬉野さんの言葉だよね、やっぱりなんか面白くて面白くて。だから俺はさ、リングに入られた時にリングだけでこう蹴りをこけして入れてる感じなんだ。卵のお酒ですけれども、あのよろしければ飲んでくださいみたいなね。誰が送ったの？卵さんもううちのね、スパチャで有名な卵さん。そうですね、卵さんがね、実はお酒送ってくれました。あら、ええ、よく探しましたね、卵。卵のお酒です。おお、すごい。何パーぐらいのアルコール度数か。いや、これかなりでしょ。これリキュールですか。17%。あれ、17%。どうなの？これはちょっと濃いめの原酒みたいな、日本酒の。でも風邪ひいた時とかよく卵酒ですか？卵酒でしょ。ああ。卵酒なんですかこれ。さすが卵。甘い。いい顔したな今。おっとおっと。どうしたどうした。甘味ですね、これは。甘い、やっぱりあーケーキみたいな感じ。あただね、あのね、これ割といいです、はい、お卵、ナイス。お甘いのだってもうお好きじゃなかったじゃないですか。いや、だけど甘い中にちゃんとアルコール分があるわけです。そのデスクの上に座って正座違うんですよ、うんこしてるんですよ。それはもうある意味悪夢かもしれないな。私いわゆる和式トイレみたいな感じでデスクに座って私うんこしてるんですよ。で多分なんかだからデスクをうまいこと利用をしてそういう夢ってなんかあるんでしょうか。私もだからそのおしっこをなんかやたらする夢、
そういうものの夢って何なんですかね。あのその話をね、うん、言いましたらね、すごい金運が上がるって言って言われましたけど、私それもなんかちょっとありふれすぎちゃってなんですけどね。金運上がりました。いや、 いや全然そうですか。同じ人なんです。これはすごい。なぜ同じ人だって分かるかっていうと匂いなんですよ。この人ものすごいおっさんでハゲてんだけど香水つけてるんですよ。あ、いい匂い。いい匂いなのか何なのか分かんないけど。いや、香水ですから。ほんで、声が俺よりトーンが低いんですよ。どちらですか。言うと、向こうだって俺のこと分かってるよなっていう。この人だけは一回も会話したことがないの。逆に会話したい。逆にもう今更できないの。お互い知ってるから。俺住所言うじゃん。分かりました。行くんだけど、絶対お前、俺言わなくても俺んち知ってんだろみたいな。なんかそういうのあんの。あんの。だからもう一切二人とも喋んない。こちらですか。なんて言って知ってんだろお前絶対。こちらであることはお前知ってるはずだ。俺おとついものおったもん。それもなんかコントになってないですか。いやいやいや。本当びっくりする。多分話すればコントになりますよ。絶対なりますよ。ゼロさんとかね。ああ。うん、なんかそういう見方しちゃう。羽を伸ばしてね、上半身裸になって ね、とりあえずパフォーマンスは見せるわけ。あれいいですよね。彼が赤く分かってるから、一回脱いでもう一回着る。もう一回着る。あれちょっと良かったですね。彼は不満だったかもしれないけど、やっぱり昔みたいに来てくれないのかって不満あったかもしれないけど、私としてはなんかその一回脱いだ男がね、もう一回着るっていうのは、あ、それはこれまで撮ったことがないなとあった。そうそうそう。あれがいいんですよ、ね。あれのいいんですよ、ね。申し訳なかったね。うん、一番ダメですよ。ダメですよ。勢いよく彼は脱いだんだから。彼は脱いでくれたんですよ。ここに挑みかからずしてね、何にもないかと思って、ごめん、切るっていう。それは失礼ですよ。普通だったらね、カットの声がかかってね、青島さん、いや、なんか面白かったですよ、なんて。そこ拍手ありますね。拍手もありますけど、もちろんね、監視カメラみたいに置いてあるカメラが。みんながねえ、自分に没頭してますから、ね。没頭してるし、大体青島さんに、青島さんやってくださいなんか誰も言ってないわけだし、彼が勝手にやったことだから。それを言っちゃいけないって昔から言われてるんですよ、ね、彼が勝手にね、こっちは何も言ってないけど、パイキチも3回も寝てもらったんですよ、ね、それでね、自分で勢い今度脱いではいいものの、脱いだ後に困ったんだよね。あれこれいつ俺終わりゃいいんだと思ってね、脱いだことに対して賞賛がないということに対してちょっとねえ、彼もちょっとどっかでごまかさなきゃいけない、ごまかさなきゃいけないって言ってね、犬もよくね、なんか間違えたらね、こう背伸びしてごまかす。はいはい、よくあるね。うん、ね、こうやってね、なんつってね。これ使われないのかな、やっぱりね。そのおかげで大泉さんがね、あれバズーカと言われた。ほんときもあなたになんかこうやって自信満々で、ね、俺もう編集して見せたらさ、いきなりもう曇った表情で、ジャングルだよ。言ったかもしれません。俺持ってくのみたいな。俺持ってくのって言って。折れちゃったけど。折れちゃった。確かにそうだなぁ。でも ね、まああのおかげで我々そういうね不利な状況も、あなたもずっとあの600キロも行っても何キロあるんだろうっていう。私がもうリュックでずっと持って。鉄とガラスのもう合体だろな、あのこうリュックでも持って。持ってジャングル行ってましたね。それで大して寄れないっていうね。それをなんか藤村君、防衛を持ってこうやってリュックを下ろして、ってやって。やってるうちにもう鳥がどっか行っちゃいましたね。ありましたね。トカゲしか取れないみたいなね。そうですね。あの暑い夏、ね、大喧嘩っていうわけじゃないですけれども、まあそういうふうに怒られたっていうことがありました。どうでしょう、もう終わるんだって時に、もうこれが出す出どころがないんだっていう時に全部出るって言うんですか、うん、これ感情が全部出るっていう時に表現する形態としては泣くっていうになっちゃったっていうことだし、ね、涙を流すっていうことは決して、あの悲しいということに限られない。感情が行き場がなくこうバーッと本流のように逆流してくるって時に泣くってことがあるんだということが多分あったんでしょう。だから見ていたこっちも泣いてしまいましたっていうのは、その終わってしまって悲しいと思ったのかもしれないけど、それ以外の感情が何かあったっていうね。あ、僕なんか現場でね、まさか現場であんたが泣くと思わないからさ、おお、金を泣いてる、大泉泣いてる、おお、泣く方向に行くのもおお、俺も何とかしないとと思って、もうちょっと塩らしい顔をして、塩らしい顔をフォーショットに収まったんですよ。フォーショットに終わりましたね。いや、こっちかこっちだったかったなんていうね、そういうことですね。必要でよ、なんかモノマネで、モノマネもうまい、下手者の後輩がいるわけですわ。合宿みたいな。合宿みたいな。で、ヨーロッパ回ってるわけだ。で、その時に言うわけですよ。彼が最初にやった下條アトムさん。はい。下條アトムさんのね、モノマネ、僕は気に入ったんだけどね、もう一人いた先輩がね、このさらに年上の先輩がね、わかんねえなと。似てますかねみたいな感じで。俺も言うと？ああ、そう、まあって。ああ、じゃあって、もう一つ、渡辺篤史さん。渡辺篤史さんのモノマネをして、それは僕だって爆笑しましたよ。だけど、さらに厳しい先輩が言うわけですよ。
これ似てますかね。また言うわけです。あれ似てたかい。似てたかいって僕も確かに思いましたけど、僕意外と後輩に甘いんで、後輩頑張ってモノマネしてくれるから僕は言うわけですよ。面白いな。でさらに厳しい年上のね、うん、先輩が言うわけで、これ分かんないなって言ったらやっぱり後輩ひねり出してくる。これだったら分かりますよ、うん、って言ったのは小林製薬の糸用事、うん、でその時やっぱりこの先輩もやはりねついこう笑ってしまうわけです。なんか聞いたことはねえけど似てるみたいな。厳しい先輩が笑うっていうのはあインデが高いとかね。そうこれはそうあれなんだろう、なんでだろう、なんで商品名言うだけで笑うって笑っちゃうの中で、あの嬉しの様がポソッと言ったね、いや僕は藤村君の話を聞くために僕はこれから仕事するんだからっていう、僕はこれから生きていくんだからみたいなことを言われた時には、それはね、その時には、ああ、おおって思ったけど、帰りの車の中で僕、号泣しましたからね。それはそうですよ。一人の人間が、僕の話を聞くために僕はいるんだから、そばにっていうことが。それぐらい友達がいないんですよ。もう、あれですね、やり続けると、いい話で終わりませんので、もう、これへんでしたね。そうですね。ここら辺でと言ってるでしょ、うん、僕はまだワインが残ってるわ、残ってるこれはね生き延びしていただきたい、まだまだいい話があるあれはそうで、それが最終的にはその大泉さん、実はあの四国のあれ2でしたかね、なんかのロケの最中に大泉さんのおじいさんが亡くなったんですよね。一番最初ですよ。一番最初ですか、あれ四国ロケをしている時に、徳島もう始まったばっかりですね。なんか10個ぐらい回って。10個ぐらい回って、まあ今日はこのぐらいにしようかなんて言った時に、電話が大泉さんにかかってきてて、大泉さんその時の、なんか大泉さんのあの、後ろの席でね、僕が運転してた後ろの先生は助手席にいて、大泉さんが後ろにいたんですけども、その時のね、大泉さんの声の調子だけは僕、未だに覚えてますね。えぇーって言ったんですよね。やっぱりそうかーとかってこう言って、じいさんとも本当にじいさんに育てられたみたいな。人でしたからね。で、まあずっと具合が悪くて入院してるっていうけど、まあそれはあんまり、あまあ当然ね、あのそんなに言わなかったんですけど、で、俺らがまあちょっとね、あのまあなんか感じてどうしたのって言ったら、いやー、じいさん死んだ、つって言って。ちゃんとね、どなたがご祝儀をくれたかというのは、ちゃんと我々の方で名前とともにね、記憶しておきますから、ね。ウリスト先生の方にお戻しいたしますので、そうです。もうそれはもう今後も顧客リストでしておりますDM パパ、あの人はくれたなというね。そういうことでお祝い事ですからね。まあ、ね、嬉野先生が亡くなった時には僕はそのスパチャのあれやりますから、ちゃんと葬式もちゃんと僕やりますから。それは僕は受付の方で全員に。それはちゃんと女房にやってください。分かってますよ。それは知らないで。僕がそのね、あのそう葬儀委員長としてね、ちゃんとそこら辺つけておきますから、ね。今回はお祝いですからね。そこはもう口出せないもんな。スキー場だからステージがまあちょっと、はい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 、ちょっとこのぐらいのとこにあったとしたらスキー場なんでこう斜面になってるでしょ、八百屋になってね、うん、ここに1万人がびっしりいて、まあ始まる前は全員こっち見てるわけですよ。僕ら鈴井さんも大泉さんももちろんいますからね。でこれが新作の上映があるとこっち側にね、うん、モニターがあってね、はい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 、全員が我々のことを一切見ずに画面を注視するんですね。それはそうで、それはそうですわ、まあ、それはそうなんだけど、はい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 、いやあの1万人がこの斜面の屋外でじーっとこのテレビを見ているという姿はあれは僕らしか見えない姿で、そりゃそうです。あれは、そらそういや、あそれはもうロビンソンも興奮するやろぐらい光景ですよ。光景よ。いやそんでもね言ったのはね、そんでもさ俺さやっぱりさ藤村さん、うん、あんたはさ、うん、他のテレビ違うんだよ。他のテレビはさ、こうやってやってくれやってくれって来るんだけどさ、じゃあ自分がやるじゃない、はいはい、そうしたらさ、いやそれはもういいから次行きましょうってみんな言うんだよ。決まったことをやろうとする、ね、これやったら次行きましょう、次行きましょうって、俺まだやりたいんだよ、でもさ次行きましょうって言うんだよ。藤村さんさ、あんただけなんだよ、ずーっとやらせてくれたのさ。いやこんなテレビなかったんだよ、藤村さんあんたすごいよ、俺がやりたいって言ったら全部やらせてくれたじゃない、あんなテレビねやらしてくれないんだよって。いやこっちはそりゃそうだ、あんた面白いからやらしてただけだし、最終的に俺がねやめてくれって言うまでやりたいっていうんだけど、あんなにカエルを探させるっていう曲ないよ、ないよ、それは普通言うもん、もう思いっきりもう見つけようでやってくれなんて言う、やってくれなんて言わない、あんなねロビンソン的にも旗目やからない。大泉さんがねその魔女わっって言うわけで、嬉野さんが回そうって言うわけで、そしたら、うん、
あれ魔法でしょうね。そうだと思う。大泉さんが王子様の白いタイツの格好で膝を抱えてガタ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 してる真正面を見てじーっとしてるんですよ。では僕思わず声かけました。いや怖かったですよ。やっぱ大泉さんそんな白タイツで車の中で寝ろって言ったのに 寝てなくてまっすぐ見てるから、寒い時にタイツだよあの人、おかしいだろって。で大泉さんどうしましたって気をしたら見てくれと、窓が開いてんだ、不思議不思議不思議、窓が開いてでそこに寒風が来て大泉さん知らない間に彼も大泉様になってたらしくて、そやっぱ雪の女王的な感じ、青鬼の大泉ですよっていう紹介から入るっていうのすごいですよね。なんかあのなんかもう皆さん焼きくそみたいな感じの、ね、あのアプローチの仕方もやっぱり秀逸ですよね。そうするとだから彼が訴えたいことっていうのは、あの雪が降りしきる中でね、青鬼となってね、ちゃんと田んぼの中に立っていたあの大泉洋です、それですよ私はっていう、青鬼の大泉ですよっていうところで一つ彼のその姿がね、視聴者の方にまず印象付けるっていう、そんな冬の田んぼでね、何の効力もなかったって言ってるでしょ、その何の力もなかった青鬼の大泉ですよっていうことじゃないですか、ね、なんかそういうやっぱ権力に対して陳情するって時には、はい、ちっちゃい存在から入るっていうのが多分彼得だっていうのはもうあの頃からすでにあったんでしょうね。そうです。スペインのあの荒々しさはやっぱ大泉さん言った通り、大泉さんに言われた通りやるとやっぱ荒々しいなっていうのはありましたね。大泉さんも言った手前あそこに連れて帰ったらあれをやらざるを得ないっていうんだと、どうなるんですかね。ね、やらないでしょう。やらないでしょう。さすがね、ミスターやりそうな気すってるのか。大泉が尻込みしてるとやっぱりミスターは責任感強い人ですから、いや俺飛ばされますよっつって、大丈夫ですよ俺飛ばされますよっつって、若干大怪我するんだけども結局帰国の日まで何にも俺たちに言わないっていう、若干大怪我ってあるんですか。若干折れてんだけど、うん、若干折れてるだけでミスターさん、大丈夫です、まあ痛いですねって言いながらも、じゃあミスター次ロケ行きますかって言った時に何も言われずに帰った後、マネージャーの村部あたりから、いや水さん実はなんか骨折ったんですよ、入院マジで、いや入院まで行かなかったけど骨折れて、あそうって言って終わるっていう。だって彼は最終的にはなぜか自分が土下座をして一生どうでしょうしますと宣言しました。結局ね権力に屈服したんですね。これそういうとこありますよね。その辺のなんか判断もすごいですよ ね最終的には私を訴えるはずが、うん、あの訴えてる相手もね、まあ、あなたに言ってもしょうがない、カメラを回してるね、うんうん、本来であればカメラを回してるあなたに訴えようとしたわけです、うん、彼はね電話をかけてね、嬉野さん聞いてください電話でね、救いを求めたんですね。分かった分かった、じゃあ回そうって来ちゃったから、もうこの人も俺の訴訟の相手だっていうことになっちゃったわけですよね。彼も権力側だと、このね、そうか、暴君をね、全然この横行を彼は止めようとはしないと、もうあのその暴君のもうその暴政を止めようとする、この子役人も一緒だから。もう一つ私小ネタが用意されてました、うん、私その夜ですねやっぱりね、うん、取材に行って疲れたもんですからね、俺は疲れてますね、疲れたもんね、あそうだ今日艶の玉をいただいたっていうことでですね、ふやかしまして、これは疲れてる、ホテルのところでですねちょっとやってみたんですよ、こうやって、バッキバキになるんですねやっぱりね。やっぱりこういう効果があるっていうことですね。皆さんもぜひねやっていただきたいということですね。分かりやすいでしょあれね、喋ってきた時にいらねえと思った時の答え方が割とはっきりしてるんじゃないですか、ね、何して答える、いやなんはいぐらいのちょっと若干こう毛から上に上がってるぐらいのなんて言うんでしょう、ちょっと嫌な音階で返事するっていうことじゃないですか。オタクのせがれですよ。電話してないから。はい。はい、勝ち。お父さんいないの、いや。ちょっとこっちの、UFO の心が折れそうな、実はやっぱり音階みたいな。俺がないんだな、ないんだな。っていう。はい。うん、ね、はい。はい。だってあの時の彼のね、うん、はいはい、ショックたるやっていうのは、いや、そうでしょ。ああ、それは誰も理解してくれないかもしれない。いただ、藤村君は俺の音感に共鳴してくれてると、ゲラゲラ笑ってね、なんならパーカッションみたいな笑いをするわけですよ。うん、
なんて刻んでくるわけじゃないですか、私の笑いもね。それをいいことに彼ね、ちょっと遠く行ったんです、あの時にね。ちょっと遠く行って、こう、うわーってこうね、でもうなんか電話をするような感じで行って、戻ってきた時にもうカメラが止まっているのを見た時の、彼のあの登山家の、もうすべて何人かの登山家の命を失ったぐらいにこうがっくりと下山してきましたからね。あのなんかもう遭難してましたね。遭難しました。ただね、ただこれ一つまたね、別のバージョンですけどもね、あの、彼がね、もう切っていいよっていうこともあるわけでしょ。でしょ、なんかわかんないから、ずーっとギューっと回してて、いやもう俺これ以上歌わないよっていう時も、あなた回してるっていう時もあったでしょ、なんか。このスイカで僕とミサ、視力を尽くしすぎてね、2人とも吐いたんですよ。で、俺はその時に言いましたもんね、ミスさんね、あの、悪いのは大泉洋だ、俺はずっとあんたの味方だってあれ、2人とも本当に吐いたんですよ、あれ。そしてなんか2人でね、悪いのは大泉洋だかけて言ってるっていう、非常になんか皆さんに親しまれてる番組ですねすごいですね。水田さん、俺あんたのことは信用してるよ、あいつだけは許せねえって被害者の会です被害者の会、今被害者の会が結成されてそう、人間が真っ暗なテレビでなんで真っ暗な画面をずっと映し続けるのか、あれは我々が何かに絶対取り憑かれてたはずなんですよと、判断が正常ではなかった、ね、正常ではなかったっていうね、あれもだ名作って言われてるのそこがゆえんですよね。あの人ちょっと何かに取り憑かれてるから、ねえずーりーってなんかお経のようにずーっと唱えてるんですよ。ねえずーりーねえずーりーって言ってなんだろうね、わかんないです。今思ってもなんで俺あんなことしたんだろうってわかんないです。なるほど。早く宿帰って寝ればいいのに。そうそう。なんであんな、で、結局朝までいたんですよ。ねえ。もう朝までいて。一泊とか。うん、で、上原港一泊とか。あ、今でもだから心霊スポットとして非常に有名じゃないですか、上原港。我々ですね、会社に内緒で YouTuber になろうかと思いました。うん、そうですね。会社内緒でっていうか、まあ、テレビもやりつつ、YouTuber っていうのは何なんだろうと思って。やっといた方がいいですね。やっといた方がいいと思って、ちょっと YouTuber になってみようという、チャンネルを作りました。作りました。これがね、微妙ですね。藤庵嬉しい、どうでそう TV。わっていう。あのね、どうでしょ言っちゃうと、あの会社とかいろんなとこから文句言われる。違うでしょ、だってこう、どうですアパートみたいな感じの。そう、どうでしょ、どうでしょっていう、ね、あのなんか漫画家のね、手塚さんなんかありましたね、なんとかそうっていうのありましたね。あれというような感じで、なんか自由なものづくりみたいなね。ほうれん草とかね。あれもあるでしょ、草でもいいです、草でもいいです。いや、もうご自由です。やっぱり動画をやりますね。やっていくということですか。だからテレビではできないこと。私なんてあれですよ。ちょっとなんかすごい長い毛が伸びてるって言われるそれみたいな、若干老眼じゃないですか。だからちょっとビシッとした鼻になんかここに異様にこうなるとか指摘されるっていう瞬間にってね、ちょっと老いを感じる感じですよね。今で言えばですよ、大泉洋と大きなタレントですよ、当時単なる大学生だから別に何時間拘束しようと関係ないわけね。それもある、それもある。でも彼にも人生があってあるけど知ったことじゃないでしょ彼のスケジュールってのは親戚のおじさんが来るから帰んなきゃいけないとかそういうものだから、そういうのなんだよ。お前なんか用事あんのかって言ったらそれぐらいじゃん。だから彼の場合に絶対ロケでダメだったのはまあ試験とね、だから試験と、まあもう一個演劇やってて、それの時に稽古とかっていう時にはすいませんすいませんって言ってたけど、それ以外はもういいよねっていう彼にも人生があるじゃないか、彼に当時人生なかったわけだからそうだけど、みんなもあの何か面白いことがあった方がいいってみんな思ってるよ。思ってるけど俺はどっかでいいんじゃねえかって言うわけよ。なんでその秋っぽいの？外国まで行って確かにそう。いや、だって予算かけてこの期間海外行くんで予算かけて会社から賞金もらって、なるほどね。でこう日付も抑えて最高って最初はちょっと頑張ろうって。頑張ろうもう。いやここまで食いついてずっと反論してくる人も珍しいよ。いやでもそうおかしいよな。僕が間違ってんじゃなくて、あの同じコンテンツ作ってる人他にいないから。あなたが間違ってる。いや、そうかもしれない。なんだよね、確かにそうかもしれない。ね、流行に行きたい、観音に乗りたいって言ったけどね、自分でこう声でさ、15分でなんか飽きたなとか言ってた。俺が行きたいって言ったんだよ。誰も、他の3人誰も行きたくなかったんだけど、行きたいって言って、連れて行かれて、先に飽きられちゃったっていうのがさ、おかしい。不二庵であり、嬉しいでありっていうものに非常に興味を持ってくれるっていう人が、多分水曜どうでしょうのコアなファンだと思う。そうですね。
だから我々はどっちか、まあ裏方というか、そのメインではないけどもそこで支えてるっていう意味合いじゃないですか。でそういう人たちが多分ね、あのキャラバンに集まってくる。そうですね、あのそう、やっぱり大泉さんが好き、鈴井さんが好きっていう人は、うん、オフィスQの中のイベントとか、まあ両方あると思うんですけど、そっちに行くと思うんですけど、キャラバンは大泉さんも三沢さんもいないという、そんな中で来てる人が多いじゃないですか。ってことは彼らは裏方好きの気質があるんですよ。なるほど。っていうことは我々キャラバンではもう逆に言えばメインなわけです。ああ、なるほど。そうするとうまいことに今度我々が表に立つと、この裏方にいるそういう坂本、もううちの店長含めね、そうですよ、そっちに方に目が行くっていう気質がみんな多分ねある。やっぱりね、大泉洋がね、うん、俺の前でね、うん、あの俺が気に入ったシーンっていうね、このベストいくつにも入ってないんだけど、それぞれ出したじゃないですか。あのその時に私は、うん、あのコスタリカのね、大泉さんがノーっていう、あれが僕が好きだっていうシーン出したら、大泉さんがやっぱり目の前でやってくれましてね、その時にやっぱり彼にマウントを取られてボッコボコにされましたね。なるほど。あの香港に行く前にエアジーで鈴井さんの、ラジオに突入してて、大石蔵之介でやったのはやっぱり名作じゃないですかね。うん、僕は皆の友っていうやつですね。本当にあれは大泉さんは全く気づいてなかったと思いますよ。あれは大泉さんはミスターさんを騙すんだっていうの責任の重みで緊張されてましたよ。すごい緊張してたから、本当にもう、うん、俺はもう全部知ってるもんだから、もう気の毒で緊張してましたからね。ありましたね、ありました。あれはですね、あれは本当にそのもうミスターさんもちろん知ってるけれども、うん、いや大泉さんに前日に言ったところもね、うん、あのつぶさに放映してますけれどもね、うん、あの通り で集合した時にね、あの大石蔵之介の格好をして、うん、で北海学園大学のね、彼の母校のアメフト部を呼びましてですね、亀に行けーっつって言って全部練習してるんですけども、ある時は本当笑いをこらえるのが大変でしたよ。お前がそうなるのにって。なんかもうついにもう DVD の売り上げも500万枚いったらしいですね。500万枚すごいです、ね、200億ですか。すごいですね。だからそのちょうどだからもう20年弱やってますから、これその毎年毎年ね、あの10億の売り上げがあるんじゃないってことなんですよ、うんうんうん、零細企業並みですよ。そうですよね、うん、7、8人でやってる感じ。200億ですよね。200億、もうちょっとくれていいんじゃないかな、俺たちに。本当にもうちょっとっていうか、うもっとくれていいんじゃないのかなっていうね。これもね、もう20年ね言ってますけど、ゲームよりで我々は今年それやったんです。そうです、思いつきで。そうです。でやってみたら全員ハッピーでした。そうです。30時間テレビの大泉さん、30時間だったんだよね、はい、大泉くん黒柳さんの真似してたでしょ。はい、しましたしました。その辺だったんだよね、なんかね、うん、その辺のなんかでも笑っちゃってなんだかもう涙流しちゃったんだけど、何にそんなに笑ったかよく覚えてないことですよ。確かにこれは当人さえなぜ笑ったか覚えてない。説明してあげたいんだよなんかね。そうか、黒柳さんのやつやってる時に、あの時さ、だからさ、うん、俺もあんま寝てないわけじゃないですか。寝てないしずっと30時間やったわけじゃないですか。でもう泉座らしてね、そうで黒柳さんのやつを15秒ぐらいでね、そうなんか喋って、はい、次のあのゲストはミサですとかって言ってたもんね。そうだから、どういうやり方したんですみたいに言った方が仕事として効率としては早いわけですよ。そういう意味でだから後進を育てるみたいなことはしません、だってめんどくさいからっていうのは、そうしないと仕事のこの発注取られちゃうからっていうことですよ。だから40代50代もっと真面目に仕事に行った方がいいですよというエールです、これは。いやもう決してそんなこと言ってません。そういう風にめんどくさいと思うでしょ。なんだこれ、演劇みたいななってましたけどね。決して炎上するような話ではありませんよ。そりゃそうでしょう。そういうことです。絵はがきの旅2でね、うん、あのなんとかインチキできんのかっていうシーンですね。お父様のお父様の、言うなればそのなんとかインチキできんのかっていうのはね、大泉さんのお父さんの名言、うん、我々じゃないよ、ね、親父の名言なんですね。確かにそうです。2よりもやっぱ 5の方がっていうのはまああるんだね。ただこれ2つ必要なんで、ヘッダーとアイコンが必要なんで、ヘッダーだから、まあ、とりあえず2シリーズでいいんじゃないですか。じゃあ2シリーズ、これは多分アイコンなんじゃない。じゃあこれアイコンで、これがヘッダーっていう、とりあえず5シリーズでやっていって、まあ、いつか2は出すぞっていう趣味も持たせつつ、2は出した方がいい。出したね、見たことない。でも最初にやっぱりやるのは2よりも、うん、やっぱ3よりも5でやったら割と受け入れられやすいでしょ。ありますね。
や、5をやりの、うんうん、今のところ3で1の毒吐きの、うん、いえいえ毒はないですよの2でいくっていう、うん、このラインじゃないですかね。すごい、こういう、おお、これを着てね。まだ見せらんないですよ。よし、これ着てやろう、はい、当日の衣装の方は、はいはいはい、あとボール用意してほしいね。俺ルール解説やっぱりしなきゃいけない。ああ、なるほど、なるほど。レモン、レモンちっちゃいんだ。まあ確かにな、そうな、ちっちゃいんだ。似てる、こうしてなくなる。違うんだ。こうしてなくなる。熱狂してんのになんで俺こんなに弱いんだ。なんでなんだろう。僕出過ぎてんだから。出過ぎてんな。出過ぎてんだよ。人間社会で言うと、割と僕うまいこと言ってると思うんですよ。強度でしょ、やってドラマも。なんでゲーム上では俺のやり方通用しねえんだよ。なんで嬉城さんの方があんなにうまいんだよ。出過ぎてんの。出過ぎてんのか。出過ぎて。周りを見てないんだよ。そうですね。隊列は組めてないですね。対立組めてない。組めてない。だって俺来いって言ってんだけどついてこないんだ。だからそのイメージしてることは違うんじゃない。ああ、どうしたいんだってことだよ、最初。ああ、それで言うと、中田ヒデのパスみたいな感じ？どういうことだよ。キラーパス。だからもう、お前そこにいるだろうって思って、いねえって俺から言わせると。それが君の人生なんだな。なるほど、そうか。俺イメージの中では、いるよね、そこにって。俺前に出たよね、いるよねって思ったら誰もいなかった。いや、そうか。娘よ。それはね、お父さん、お父さんが本当にお父さんがかっこいい、その瞬間あるでしょ。あ、でも水炊きを3時間煮込むっていう姿はなるほど。それは水炊きを、俺は確かにそうだ、めげずに煮込む、めげずに煮込むっていうのは非常にすごいなと思う。すごいんだお前、それ完全にごまかしてんだろ。かっこいいってことなんだよ。かっこいい。娘なんか最近滑らない話、滑らない話、うん、滑らない話はない、ないけど、いや滑らない最近なんかもうほとんど引きこもりなわけだから、はい、引きこもりの中でもなんかちょっと最近あっと思ったことみたいな、最近あっと思ったこと、うん、引きこもりなのに最近いや君の生活の中でね、生活の中で気づいたこと、はいはい、気づいたことでもいいし、なんだろう、うん、賞味期限ってなんだろう。なるほど、なるほど、うん、賞味期限ってそれはそうなるぞ。そうだ、なるほど、なるほど、そうだな。私おばあちゃんにお米を送ってもらったことがあって、うちのババアね、有名なババアね。お前孫だからね。そうだよね、うん、お米を、そうけど生米の状態で送ってき、はいはい、てくれるんですけど、結構な量をまず送ってきてくれるんですね、はいはい、どんって、うんうん、けど、うん、その数ヶ月後にまた結構な量と、あ、食っちゃうんだね。だって雪男だって見そうになったじゃないですか、アラスカ行った時に。雪男見た？いや見そうになった？見ましたでしょ。俺アラスカでなんかオーロラ見に行った気がするのに、雪男コールドフットっていうとこ行ったでしょ。 あれコールドフットじゃビッグフットって言う。あ、そうだ、名前だったんだけど。ああ、そうか、そこに行った時に夜中に見たでしょ、みんなで。ああ、見た。外に行ったらビッグフットいた、ビッグフットいたっつって、ビッグフット、いや、それは誰かは嘘ついてたけど、誰かは嘘ついてたけど、ミソさん見たんじゃない、ビッグフット。ああ、見ましたって言いました。映像にもなんか残ってますよ、ね、なるほど。ビッグフット水曜どうでしょってはそういう番組なんですね。そうだよ、ね、だからすごい人気があったわけじゃない。そうか。すぐ無謀なチャレンジをするからね。で必ずやっぱそれ見るから、見るから、そのどうでしょう本っていうものに全部一部始終をね、でも日記みたいに書いて出版したんですけど、もうあれ手に入らないでしょ。どっかの出版社で再販してもらえないですかね。原稿あるんですか。まあ原稿はね、その本自体ありますけど、あれはあれはね、僕と嬉城さんだけで言ったどうでしょうですよね。そうですね。であれを、あれ今思い出してもなんか贅沢って言ったらあれだけど、やっぱいろいろありましたよ。あの頃ってね、なんか皆さん暇でしたからね、うん、大泉洋さんも連載小説をね、あ、寄稿してくれてましたよ。ああ、ありました。2巻で終わりましたけど。一生のその先っていうね、四国の、ね、あのお遍路に行って、これ大泉さんが作った小説ですけれども、ね、終わりましたよ、ね。場面が、大泉さんがもう年老いた、あ、そうでした。頃のお話なんですけれども、はいはい、大泉さんが年老いた頃で、昔思い出すんでしたか ね。そんな感じですよね。うん、で、大泉さんが、ある寺に行った時に、うん、我々に似たような、なんかこう見ちゃう。人を見ちゃうっていう。それを、
後をつけちゃうっていうね。いいじゃないですか、幻想症。そう、映像見るとわかるけど、ムロツヨシも大泉と同じ顔するんですよ。画面を見ずに、やっぱり俺らの方をじーっと見て、この人たち何言うのかな、俺に何やらせるつもりなのかなっていう、ムロツヨシの疑心暗鬼の顔っていうのも、ほんとああなる。いや、疑心暗鬼になるだろうって設定でしたから ねだから俺は、股間、さすがムロツヨシ、ムロツヨシは股間に対応してきたんだよ。でムロツヨシも、ムロツヨシあんなに画面の前でもうちょっと彼は、はいどうもってにこやかにして、あれ彼も大泉と同じで万人に愛されたい人なんで、やっぱり画面を気にするんですよ、ものすごい。絶対そうなんですよ。だけど俺と対立するとあいつも画面じゃなくてじーっと俺たちの方ばっかり見て、はい、いや何も聞いてないです。もうね、顔がやっぱりね、真剣なんですよ。真剣なんです。うまい。うん、周りが硬くさくですね。中がもうふっかふかですね。うん、これはいいんじゃないですか、おやつにこれ。うん、200円とお買い求めやすいと思います。あ、これは香りもいいですよ。いいです、いいです。うん、あ、美味しい、美味しい。焼きたて。うわ、うん。六花亭の包装紙ですか、俺のシャツはって。大丈夫じゃないのか、お前。まあ、12,000円だからいいけど。それは、な、確かにありますよね。確かにこれね。六花亭さんの罪がこんな感じですよ、ね。コムデギャルソンですか。あ、そうなんですか。コムデギャルソンですか。六花亭と同じですか。スーパーフライヤーさん。やっぱり、あれでしょ、間違えたんでしょ。これまた1200円ですよ。12,000円やっちゃってるけど。あら、あら、あら、え、この人2回、え、2回12,000円入ったの？もう1回、え、4回、4回入ってんの？おい、どうした？どういうこと、どういうこと、どういうこと？おす、おい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 、2回じゃねえかよ。その大蛇っていうのが最初嬉野さん分かんなかったんですよ。これなんかただの白い壁だと思って。いや、で、そしたらそれが全部蛇だったね。壁が全部蛇だった。で、彼が言ったら、ホワイトスネークカモンって彼が言ったら、かっこ来いって言ったら、俺が全部お前のこと退治してやるって言って、映ってたのがこれ白い壁だよって全部大蛇だったんだ。あれだからそれはガイド慌てましたよね。それはもう、それすごいですね。壁のような。壁だったじゃない。これがもう全部白かったのね、大蛇だったよ。それも白蛇だったから、いやー、それはガイド慌てますよ。神が来たみたいな。そこあなた、アイアムっつって、そう、で、ホワイトスネーク、カモンっつって、俺のとこに来い。俺が仲間の3人を守るんだって、あなた言った。もうここに来てるんだけど。いや、そうだよ。あなたもだから、ダイヤ飲まれてたかもしれない、あれは。お前なんで働かないんだっていうことを言ってるから、ヒートアップして、ヒートアップして温暖化が始まってるわけですから、こんな暑くなっちゃって、暑くなっちゃってるでしょ。怒らない。怒らない。サボってるやつ。イラつかない。ね。じゃあ、そうすると、ね、あの、会社が成り行き、うまくいかないじゃないですかと。皆さん、大思いじゃないですか。大思いになろうが。いやいや、サボった方がもういいですよ。なるほど。うん。そういうことです。いや、無駄なことが多すぎましたから、今までは。仕事にしても何にしてもね。だったらサボれば無駄なことないですよね。無駄なことがなくなりますから。で、ここだけやればいいっていうところだと。っていうふうに、まあ、それも自分の中でやっぱちゃんと考えないといけないですけれども、なるべくサボるという、無駄なことはやめていくっていう、無駄な動きはしないっていうね。お得意様にいちいち年末年始に挨拶に行くとか、ああ、今日はあれだからっつって、もうとりあえずご挨拶で回るっていうのも、これ無駄ですよ。無駄ですよね。ね。でもそれが仕事だと皆さん思ってるけど、無駄を一回やめてごらんなさい。それで、こう、ってコーヒーでもね、入れてるってご覧なさいよ。大体世の中、割と温暖化進まずに。いや、それは、いいと思いますよ。かなりこう、クールダウン。クールダウンしますから。みんな動かないんだもん、だって。そうですよ。そうだ、そうだ。うん。あのね、今気に入ってるのは、あるじゃない。気に入ってるのは、このサングラス。あ、これちょっと違うよ。これも、これも、あの、福井の鯖江の。鯖江のやつです、これ。いいね、あんたが。危ないでしょ、あんたが。サングラスかけるとさ、いいな。YouTuber。いいな。いいでしょ、本当にインチキっぽいの、じゃあこれはね、あの一目惚れで買いまして、あのこれはディータっていう、これは福井が日本製なんですけど、あの海外にすごい人気のある、あのハリウッドのセレブもやっているという。おいいじゃん。自分で確認できないですね。全然レンズが違うから、もうなんか。違うから。すごい世界見たくない。
その3時4時に起きたら、うん、ね、うん、まだ大泉さん起きてて、うちのもう編成局長、当時編成局長、今もう取締役ですよ、東京社長ですよ、皆様おなじみ入り表でね、あの花垂れ元プロデューサー、うん、キャップ福谷渡るキャップとずっと喋ってるんですよ。で喋ってて大泉さんも本当にね、もう酔っ払ってんだけどね、ものすごく嬉しそうに喋ってるわけですよ。で、お何やってんだよ、寝ろよって、さすがあなたがもう心配するぐらい言いましたよ、はいはいはい、そうしたら大泉さんがね、はい、いや藤村君あれあれ寝ていいんですか、これいや寝ていいんですかって、寝ろっつってんだろって言ってたら、うんうん、いや僕ね、あれ終わった、料理終わった後、うん、君からね、じゃあロケこれで終了って言葉聞いてないって言われて、はぁ君ね、分かってるかい、タレントっていうのは、うん、そのね、うん、ディレクターが、はい、ロケ終了しましたっていう言葉によってようやく解き放たれるの、うん、君それ言ってないだろ、だから僕は、うん、君がいつ言ってくれるのかと、それまでもしかしたらカメラで撮ってるかもしれない、なるほど、上島さんがすぐ来て撮るかもしれない、だから僕はずっとここで臨戦態勢、臨戦態勢で待ってたんだ、なるほど、嘘つけお前嘘つけエチケット袋を手に取りまして、口の前まで持ってきました、このジャージの男。続いて映し出されました場面はもう生死に絶えない。なんでこんな場面を映すんだ。音もリアルだ。次の瞬間画面には赤字で大泉洋深く大泉洋という人なんだ。知らない人だな。なんで知らない人が吐いている映像を俺は見なきゃならないんだ。思っておりますと次の瞬間、サングラスをかけた出演者がくせえ。でも殴られた方が笑うっていうね。普通だったら殴られた方怒るんだけど、それはあんたが言ってんすよ。言ってる言ってる。いや、俺もすっごい殴ると笑うんだよね。そういう表現もさ、うん、そういう表現もやっぱり笑っちゃうの。大泉洋も全くそうだと思うが、うん、その人から、ね。普通殴られて笑うって言えないんだけど。いや、いいパンチ来たなっていうね。うん。そういう痛みとか、うん、そういうところで生きてないんでしょ。そうどれだけ俺の出してくることを何倍にもしてくれるかっていうところでみんな生きてるから、だからすごい今カウンターで殴ったら笑うってよし藤本君そこらってありえない状況になってるんですよ。パンチがね、普通だったらそこで倒れちゃうんだけど、もうめきらっきら笑ってるっていう、だからもう顔が腫れ上がってるのに笑ってる、腫れ上がってるのに笑ってるっていうね。最終やだかなんかで、ね、特にね、うん、またあいつがなんかごちゃごちゃ言ってるもんだから、うん、俺がね、うん、まあ、本当に嫌なやつだってポロッと言っちゃったら、藤原くんあれはきついぞっつってだって悪人に見える、悪人に、今回ね大泉さんが本当悪人なんだよ。それだから大泉君だってもう頑張って頑張ってやなんとか使えるシーンをなんとか使えるシーンをって最後まで最後まで彼が出し続けてて、出し続けんだけど今まではさ、うん、悪人同士がさ戦い合ってたからさ、そういう構図があったんだけどさ、一方の悪人が今回はさ、ね、なんか傍観してるもんだから、知らないうちに弱ってる男を殴ってるもんだから悪人悪いやつが見えちゃう見えちゃうあるね。もう2000年頃はですよ、うんうん、本当に中古カメラ買ったんですよ。あー買ってましたね、ローライフレックスとか。あーもう買うた、大泉くんがなんかもうカメラ壊すぞって言って、何眼レフだか知らないけどもみたいなね。そうもう本編中にやるもんだから、もう露出さはしてもし、まあ、いろいろやってもんだから進まないって、ね、どんどん表情が死んでいくそうですね、被写体のこれがいいんだって言ってたよね。やってましたけど、バフっていうハッセルとか買ってましたけども、ね、あと先生はあの 3D の立体のカメラも、それも買いましたね。もう大泉がこうするやつも立体で見えるってやったんですけど、なんかどうしていいか分かんなくて、なんかあれ見るためには左右の目をこうね、赤の白とかじゃなくてね、見方があるって先生が言われて、こうなんかこう右の目で左を見て、そう左の目で右のコマを見るとこう合体するっていう、するっていうね。確かに俺もそれやりましたよ、先生が買った時に。先生なんか駐車場のね、あの水曜口のあたりでね、なんか車かなんかね撮りましてですね、すごいでしょって言われるんだけどね、まあそうですねっていう、ね、クマは本当注意してください、出ますからって言って、死んであの濡れたのがダメだから靴下持ってきてますかとか、帽子持ってきますかとか。あでも大泉君持ってきてないっつってよ。持ってきてなかった。だからあいつやられたんじゃん。あいつだって川でやられたじゃん、熊に。やられたの。だからどうしてももう我慢できないっつって、あの催しちゃって。あ。ほんで川に行ったら案の定あいつ熊にやられたじゃん。わーって声聞こえたよ。それスプレーでしょって言われて。
ああ、そのクマよけスプレーね。クマスプレーを全然効かなかったんじゃん。股間にかけて、股間にかけて真っ赤になっちゃって、でクマにやられたんじゃん。あれ、あ、そうだな、まあ、もうちょっとさ、先生さ、もう何人かは飼うかもしんないじゃん。大泉がクマにやられたから、あいつ赤く袋の部分やられたんですよ。もうダメです、ね、袋の部分をいかれたんですよ。UFO も乗ったでしょ。あ、UFO はアメリカで撮りましたね、我々。だね、だってもう目の前の UFO は。我々はアメリカ横断っていうのをやりました。それなんか否定できない。あれは撮りました。うん、あれは間違いなく撮りました。コンタクトしたでしょ、ミスターが。あ、ミスターコンタクトしました。あれは。いや、コンタクトもしました。そうでしょ。それはやりました。あれはアメリカ横断っていうやつですね。あれもやりましたね、アリゾナあたりでね。アリゾナ出るたりで。で、やっぱ出るって、本当に出るんですね。出るでしょ。UFO 出ました。したもんあるから。ミスターさんが宇宙人とコンタクトを取りました。だからそれは、しっかり映像にはあれですけど、ミスターさんはそうやって言ってました。とりあえずこう、映像に残ってないのかな。その大事なところをね。私は島を取りましたって言うわけですよ。で、実際それが本当に虎で、で、その後、でも虎が近づいてくるわけですよ。で、近づいてきて、ね、高いから、高い格式みたいなところだから、そこにね、登ってこないかと思ってたんですけども、これがね、登ってきちゃって。あれ？で、その時に鈴井さんっていう方が、その、ちょっと本当、起点を利かして、このね、寝るって。我々が寝てたマットですけれども、それを、まあ、ふにゃふにゃだったんだけど、それをね、扉のところでガーンって、あの人2枚3枚重ねて、こうやって我々を助けてくれって。で、最後ね、やっぱりその虎が、うわって来たじゃないですか、すごい来たじゃないですか、先生ずっと撮ってたけど、俺と泉さんなんか後ろの方で怯えてたんだけど、あなたそれを撮って、鈴井さんが一人でこうやってやって、で、撃退したっていう話を、火をつけてこう。ねえ、火を最終的にはつけたんですけれども、その話を、僕ね、どうでしょう、見たことのない人に言ったんです。それで、熊が出てきて、そこでもまたね、大捕物あったけど、まあ、それはミスターさんがね、なんとかやったけど、厳しいって、森の中から、その、熊と戦って、さすがにこの戦い厳しいっつって、森の中から、いや俺が行くっつってミスターさん言ってて、厳しいっつって言ってた。もうこれすっげえ晴れてたじゃん。あなたもだってクマにバーンってやられてすっげえ晴れてたでしょ。晴れてたでしょミスターさんと。そうでしょ。もう俺それはあれクマだった、俺クマだったでしょ。そうか、ミスターさんの後あんたもやられて人相変わっちゃったんだ。そう考えると大変なロケだね。いろいろやってたよね、ゆうくんがは。すごいな。もうだからそういうのどうでしょうね。本当やっぱホラーも吹けるんだよ。ホラーじゃねえ。大したもんね。ホラーじゃねえ。で俺いいかって言って、いいかって言えばいいよね。いいかっていうのは聞けよって話ですよね。まずは部屋割りをするから。部屋割り。俺と漆野さんはテント。でタレント陣お前らは車だみたいな部屋割りもやってるじゃないですか。いいかお前もう一回言うぞと、なんかね。これから俺たちはここはドイツだって言った瞬間に、瞬間に一気に俺の世界が広がっちゃったんですよ。そこで我に返る。我に返ったらドイツで今から俺たちはテントを張るって言ってるんだって言った瞬間に瓦解しましたね、全てが。俺は何をやっていたんだという。いいですよね。そこなんですよね。それですよね。あそこで気づいたんですよね、このバカさ加減。